リトル、泣きなさいって、もう寝る時間よ。お父さんとお母さんが言ってたこと、忘れたの？夜更かしする悪い子は、魔物にさらわれちゃうのよ。ほらね、魔物は本当にいるんだから。え、魔物に会いたい？バカなこと言わないの。早く寝なさい。おやすみ、リトル。いや、こう。うるさいバカ。すみません。あんまり騒ぐと、ミレイユが起きちゃうでしょ。大丈夫だぜ。ほら、全然起きないだろ。そんな NDK を彷彿とさせる動きはいいから、さっさとゲームを進めてちょうだい。OK、探索を開始する。古い童話があるぞ。読んでみてよ。ある村に、おじいさんと、おばあさんが、平和に暮らしていましたとさ。めでたしめでたし。起承転結って言葉、知ってる？起承少々なら知ってるぞ。ここは、衣装ダンスか。ふむ、見たところ、バーバリーの服が多いな。マジで？この子たち、そんなボンボンだったの？騒いでしまったが、起きてないよな？ぐーぐー。うん、ぐっすり眠ってるな。すやすや。顔の向きが左右に動いてるのが、ちょっと気になるけど、まあいいか。早くは聞いて。このぬいぐるみは？ああ、小さい頃は、何にでも名前を書いてたな。あったあった。兄弟に奪われないようにね。お、こっちが伊藤のぬいぐるみか？独裁国家か。寝るときぐらいランプ消そうぜ。おうちいじりはもういいから、先へ進めてもらえませんかね。もう行くの？ゆっくり見学したくないのか？そういうのは、田舎に泊まろうとかでやれや。安倍氏。お前がミレイユか。いや、確かミレイユは、女の子だったはずだ。何？名前はテリー島。じゃあ、用はねえな。私、テリー島なのか。お前がミレイユだな。一緒に来てもらうぞ。ちょ、やめろドラえもん。ミレイユを話せ。確かに引き出しから出てきたけど、色も赤いし違うよ。シャア専用ドラえもんか。ゲームに集中しようか。ちょっと、何すんのよ。話しなさいよ。やめろこの安倍氏。俺の名前はワルボーだ。マルタの国のワルボーだ。覚えておきな。ワルタの国の、マルボーさんですね。覚える気ないだろ。キャー、行こう。ちょっと待ってて。もう少し横になってか。この状況下で、なぜ睡眠を優先する？うわっこい。わたわた。ミレイユはどこにいるのかな？わたわた。あれ？君は誰かな？ジュニアです。弟？わたわた。それならミレイユが、どこにいるか知らないか？さらわれた？そうか、遅かったか。あなたは誰？ワルボー？違うよ、僕はワタボーだよ。え？姉さんがどこに行ったか教えてほしいって？ググレカス。そこをなんとか。じゃあついてきなよ。姉さんを連れ戻したいんだろ？おう、恩に着るぜ。君が、腕のいいマスターだったらいいな。何のことかわからない？くればわかるさ、ワタワタ。よっしゃ、これで姉さんを助けられるぜ。大冒険の予感がするよ。頑張ってね。そうだな。長旅になるだろうから、もう一眠りして旅に今すぐ行くんだよ。なんでそんなに眠いんだよこの主人公。さあ、冒険の始まりだ。わたわた。映ってるよ。
せーの。ゆっくりしていってね。今回、ドラクエモンスターズを実況させてもらいます。ゆっくり霊夢です。この動画は、ヨシキチの提供でお送りします。ゆっくりマリサだぜ。基本的に、マリサがゲームをプレイして、私はアドバイザー的な役割分担かな？そうだな。私がゲームをプレイして、霊夢はバックダンサーって感じかな、バックダンサー？別にいいけど、マリサがプレイしている後ろで、ずっと一心不乱に踊り続けるよ。それでもいいの？やっぱ気が散るから、アドバイザーでお願いします。これから始まる大冒険、どうかぜひ、最後までお付き合いしてほしいんだぜ。至らない点も多いですが、よろしくお願いしていってね。伊藤、プラス、10が生まれた。まだ配合してねえよ。おお、待っていたぞ。新しいマスターの出現や。えらい聞き取りづらいな。何？ここはどこかとな。もちろん、大樹の国だよ。姉さんは、やと、一体何のことや。ふむ、ここまでの長旅で、きっと疲れているのかのう。お主は、またボールに連れられて、ここにやってきたんじゃの。ということは、お主は、新しいモンスターマスター、ということやよ。なんだってでは行こうか。白へ行き、王様に挨拶せねばな。この私が、モンスターマスターなのか。念のため聞くけど、モンスターマスターって、何のことか知ってる？霊夢、さすがにそれはバカにしすぎだぜ。そんなもん、知ってるわけないだろう。だろうね。安心したよ。こいつら、大丈夫かのう。この国は、大きな木の中に作られておるんじゃ。へえ。ここは一番下で、一番上にお城があるんじゃ。大きな木の中に、集落ができてるのか。標高も高いみたい。周りには、雲のようなものが見えるよ。お、ワタボウが、新しいマスターを連れてきたのかい？そうじゃ、これから王様に、挨拶に行くところじゃ。星降りの大会で、優勝し断る、ちゃんと話聞けよ。あいつら、大丈夫なのか？さあ、王様に会いに行くのや。ついてきてくれないの？一人じゃ心細いね。誰か案内してくれるかな？お、いたいた。あなたが新しいマスターさんね。また僕から聞いていますよ。王様の前まで案内しますから、ついてきてくださいね。そうですか。無理に喋ってもらわなくて、結構ですよ。今もきっと、あなたのことを見てると思いますよ。つまり、ワタボウは、精霊のような存在だね。隣のトトロ的な感じか。王様は、この上におられます。頑張ってくださいね。どうも、ありがとう。あんまりお酒、煽りすぎないようにな。私は、この国の大臣。お前が新たなマスターか？いかにも。王様がお困りなのだ。どうか頼みを聞いてほしい。ほほう、お困りとな。こんな小さな子供にすがるとは、相当悩んでいるのか、よっぽど人望がないかのだ。霊夢静かに。よくぞ来た、新たなマスターよ。わしは大樹の国の王者。そなたの名は、何と申す？伊藤です。ふむ、テリー伊藤と申すか。伊藤だよ。早速だが。頼みがある。星降りの夜の大会に出て、優勝してほしいのだ。断る。とりあえず否定しとくその癖、直した方がいいと思うよ。何？お主はマスターではないとな。いかにも。さらわれた姉を討ち、ここにやってきたと申すか。タコにも。なんと、そなたはわしの頼みを、聞きに参ったのではないのか。ホタテにも。むむむむむ。ミレイユが助け出せれば、それでいいぜ。じゃがな、テリー伊藤とか申したな。伊藤だよ。広い世界でさらわれた姉さんを探すのは、大変なことじゃ。広いっていうか、一本の木だろ。そこで、
探すよりも簡単な方法を教えてやろう。聞くだけ聞いて、否定してやる。やはりマスターとして、この星降りの大会で優勝するのだ。必死だね、この人。リーク夢がお上手だなぁ。リーク隊では、優勝した者は何でも夢が叶うという。え、マジで？じゃあ私は、動物と話せるようになりたい。そなたの姉さんに会いたいという夢も、きっと叶うであろう。うむ、我ながらうまいことまとめたのう。その一言で、全てが覆った。とにかく、ワタボウに連れられてきたということは、お主にはマスターの才能があるということじゃ。さあ、そなたに魔物を与えよう。魔物がおらんでは、マスターの仕事も務まらんからな。ニート？城の入り口を右に行けば、魔物たちの牧場じゃ。そこで、プリオと申す者に、魔物をもらってくるがよい。プリオ？何その名前？罰ゲームかなんか？魔物をもらったら、ここに戻ってくるのじゃぞ。世の中、変わった名前もあるもんだね。大人になったら、デカプリオになるのかな。お、あいつがプリオか。なんだお前、魔物をさらいに来た。ん？それは聞き捨てなんねえだ。とっちめて、うん？くんくん。なんだ、モンスターマスターか。オラは、匂いでわかるんだ。お前、いい匂いしてるな。きっといいマスターになるぞ。オラは、この牧場を任されている、プリオってんだ。本名なんだね。王様から聞いてるだ。さあ、魔物を連れて行きな。と言っても、今は年取った魔物が、一匹しかいないんだ。え？でも、先代国王が大事にしていた、スラボウって魔物だ。ああ、あそこのスライムか。よし、スラボウ、新しいマスターが迎えに来たぞ。よし、最初のモンスターが仲間になったぜ。あ、左上のスライムは、別人だったのか。別人っていうか、別スライムっていうか。しかし、年取ったスライム一匹が最初のモンスターって、なんだか不安だね。そう言わずに、最初のパートナーなんだから、大事にしようぜ。こんな感じで、右のスペースは使っていくね。見にくかったりしたら、ご意見くださいだぜ。お前は、なんていうスライムだ？孫？マジで？スラボウって、そんなじいさんなの？なんでじいさんスライムを引き連れて、冒険に行かなきゃならんのだ。牧場のことなんかどうでもいいから、お前みたいな若いもんが、冒険に出らんかい。まったく、近頃の若いもんは、これだから困るわ。お言葉ですが、あなたも近頃の若いもんの一人ですよ。あれ？ビッグアイがいるね。スラボウしかいないとか、適当な嘘つきやがって、デカプリオめ。何この看板。落ちるなよ、絶対に落ちるなよ。じゃあ、落ちてみるか。特に目新しいものもないし、王様のところへ戻るか。星降りの大会で優勝したら、ミレイユを連れ戻せられるのか。そして、王様は、優勝してほしいって願望があるみたいだね。なるほど。ごえつ同州といったところか。別に王様と敵対してないから、ごとえつの関係ではないよね。使い方、間違ってるよ。はいはいよかったね。頭いいね。ただいまキング。は、その魔物は、先代国王の。あ、知ってるの？伊藤よ、なぜ、その魔物を、もらってくるのぜ？え、こいつしかいなかった。なんと、プリオめ。他の魔物を逃がしてしまいよったな。プリオ、デカプリオ、誰かプリオを呼んでまいれ。これはやっちまったな、デカプリオのやつ。マイケル？プリオのやつめ、今回ばかりは許すことはできぬぞ。でも、ビッグアイとかは？あれは、牧場のじゃないってことかな。ははぁ、王様、どうかお許しくだせー。プリオよ、ひょっとして、そなた、ホイミンも逃がしたのか？王様、お許しくだせー。ホイミンも逃げてしまっただー。そなた、わしの可愛いホイミンを。
許さぬ。誰かこやつを牢屋へ閉じ込めよ。これは、弁明の余地がないね。牧場の責任者として、あるまじき失態だな。しかるべき罰を受けるほかないだろう。ボタン押したらよかったのか。なんじゃいとうよ、何か言うことがあるのか。いや、何も。いや、その目はわしに何か言いたそうな目じゃ。どんな目だよ。東国じゃ生ぬるいと思う以外、特にないけど。いや、その目はわしに何か言いたそうな目じゃ。いでよ、新たな選択肢。その目はわしに何か言いたそうな目じゃ。晒し首にしよう。おお、いいのが来たな。何？ホイミンを捕まえてくるから、助けてやってほしい。言ってねえよ。なんと、そなた、ホイミンを捕まえてくるというのだな。言ってません。やりません。知りません。面白い、伊藤よ。やってみるがよい。だからやらねえっつってんだろうが、イオナズン唱えるぞ。王様、ホイミンは、旅立ちの扉に行っただ。お前なんでそこまで知ってて連れ戻してねえんだよ。そうか。では伊藤よ、旅立ちの扉に行くがよい。行きません。見事ホイミンを連れて帰れば、プリオは許そうぞ。許しません。知りません。下の部屋の宝箱は、好きにするがよかろう。詳しいことは、大臣に聞くのじゃ。わしは忙しいので、これで失礼する。いそいそ、いそいそ。モンスターマスターやめて、ハローワーク行ってこようかな。その前に、王人事に相談したら？伊藤、ごめんよ、オラのために。ほんとだよ。そうだ、いいこと教えるだ。いいこと？なんだ？メインコマンドの作戦で、冒険の記録ができるだよ。その情報のどこがいいことなんだよ。晒し首にするぞ。すみません。なんだか、面倒なことになってきたね。幻想的ですな。こっちで言う、オリンピックみたいな用事か。こいつもいけるじゃね？プリオの免罪はともかく、モンスターを仲間にするためにも、冒険には出たいね。ホイミンは、ついでに捕まえるくらいの感覚だな。王様は、大層多い神をご用す。どうか、旅の扉に行き、ホイミンを連れてきてほしい。あんな王様で、あなたも大変だね。伊藤、よろしく頼むぞ。下の宝箱は、好きにしていいって言ってたよな。こんなに豪華なお城の宝箱だから、大層貴重なものが入ってるに違いないよ。世界樹の葉かな？オリハルコンの牙かな？もしかして、薬草だったりする？まっさか、そんなわけ、あるはず。王様に、ざらきを唱えたい。じゃあ私は、岩石落とし。読まなくていいの？活字を読むと、頭が痛くなる病気なんだ。え？そなた、わしの可愛いホイミンを、とか言いながら、メタルスライムに心寄せていたのか。早くホイミンを連れ戻してください。黙れ。すみません。まったく、ろくな奴がいねえな。国のトップが、あんなのだからね。仕方ないんわ、わたぼうさんがいるぞ。あれ？姿は見えないんじゃなかったの？ねえねえ、わたぼうがいるよ。あれ？特にリアクションなし？おかしいな。もしかして、伊藤にしか見えてないのか？こっちも特に、リアクションなしか。本当に、伊藤にしか見えてないのかも。隣のトトロ的な何かか。やあ伊藤。仲間のモンスターができたようだな。仲間になってほしい？まだ今の伊藤には、使いこなせないんじゃないかな。でも、考えておくよ。わたわた。トトロなのか、ドラえもんなのか、キャラを定めてほしいんだけど、間を取って、トトエモンにしよう。
これが、旅立ちの扉だね。いよいよ、冒険の始まりだな。緊張してきたぜ。こんな感じで、実況していきます。スーパープレイはできませんが、まったり楽しんでもらえればと思います。よろしくどうぞ。それじゃ、また見てねー。せーの、ゆっくりしていってね。それじゃ、旅立ちの扉からだな。さあ、気合い入れていこうね。ただ、その前に、ツタヤでレンタルした DVD を返却。お役そまりさ、さっさといかんかい。悔しいのう。ここが異世界か。さっきまでとは、ガラッと雰囲気が変わったね。どんなモンスターが出てくるのか、楽しみだぜ。あの穴に落ちれば、先へ進めるんだな。最後には、ボスが待ち受けている。うわっこい。お、記念すべき、最初のモンスターのお出ましだね。ふん、単身で私に挑むとは、よほど生き急いでいるようだな。その身をもって知るがよい。勇気と万有の線引きもできぬ、己の愚かさを。誰なのあんた？急にどうした？無力とは、罪だな。悲しいほどに。どうしたのマリサ？救急車呼ぼうか？なあ霊夢くん、そう思わないか、君も。私に振るな。あと、統治法使えばかっこいいと思ったら大間違いだからな。次の敵も来たから、ダークサイドごっこはここまでにするか。二度とするなよ。どんなもんじゃい。よっしゃ、レベルが上がったぜ。結構伸びるね、じいさんのくせに。お、これはもしや、仲間になってくれるのか？やったじゃんマリサ。ところで、ちょっとコントローラー貸して。え、うん、いいけど。で、おーい、おーい。わかった、わかったから静かにして、説明するから。一体何考えてんだ霊夢、スライム一匹で全クリさせるつもりか？それに番宣時だから。仲間にするには、まだ早いのよ。いい？味方が増えると、一体分の経験値は、それだけ少なくなるのよ。その分いっぱい、倒せばいいじゃん。スラボーは、早くレベルを上げるべきモンスターなの。その意味は、ゲームをプレイしてればわかるわ。ゲーマーを自負している霊夢さんの言葉だし、信じてみるか。ぜひそうしてよ。ゲーマーを自負したことなんて一度もないけど。マリサ、わかってるよね？すまんドラキー。今、ハイを押すと、殺されるんだ。それで、実際どのくらいのレベルまで、上げたらいいんだ？レベルで言われると、難しいね。スラボーには、早く習得してほしい特技があるだけなのよ。じゃあ、その特技を覚えるまでか？できればそうしたいけどね。仲間になるモンスターのレベルの兼ね合いもあるから、レベル5になったら、仲間を増やし始めていいと思うよ。それまでに特技も習得してくれるのが、一番の理想だな。もうそろそろ、次の階層へ行こうかね。今更だけど、スラボーって、素朴な性格なんだな。いいことじゃない。へそが曲がりすぎて、マンドラゴラみたいになってる人より、素直でいいね。霊夢、そんなに自虐的にならなくても。お前だよ。おう、まあ、ええ。レベル5になっても、覚えないな。それじゃあ仕方ないね。仲間を増やす方を、優先しましょうか。くらえ、スカウトアタック、まだだよ。よし、お待たせしましたぜ。初めての仲間だね、なんて名前にする？それならすでに、考えてある。暗闇バット。5文字までだよ、名前。え、マジで？
これ以上のクオリティ、もう思い浮かばないぞ。大丈夫。さほど高いクオリティじゃないから、ゆっくり考えてください。えらくオーソドックスな名前に落ち着いてしまったが、大丈夫か？いいと思うよ。オーソドックスっていう割には、あからさまなメタファーを感じるけど。ドラちゃん、これからよろしくな。デコピンしたら吹っ飛びそうな耐久力だな。そんなドラちゃんをバックアップできるためにも、スラボーのレベルがある程度必要だったのよ。なるほど。さすがは霊夢名人。高橋名人みたいなニュアンスで呼ぶのやめろや。よし、こいつでドラちゃんの実力を測ってみるぜ。強い、絶対に強い。名前を暗闇バットにできなかった未練はよく伝わったけど、どう見てもスラボーのが強いよ。あとは、こいつを仲間にすればいいな。そうだね。旅立ちの扉で仲間にできるモンスターは、これだけだね。お、レベルアップだ。スラボーほどは、伸びないね。よしよし、スカウト成功だな。全員仲間にできたね。あとは、最深部を目指すだけだよ。簡単な名前でいいか？うん。どうせいいよ。5文字で表現するって、なかなか難しいな。それにしては、的を射たネーミングだね。さすがはマリサ。いろんな意味で。ベロンチョ、頼りにしてるぜ。うちのパーティー、わがままな奴が多いな。スラボー先輩、ハゲないでね。お、なんか雰囲気変わったぞ。森の中みたい、自然を感じるね。どこかにマイナスイオンが落ちてそうだな。ご自由にお探しください。なかなかいいお肉じゃん。ラッキーだね。霊夢食べるか？どつき回すぞこら。いや、いいお肉って言ってたから、食べたいのかなって思って。モンスター的な立場で、いいお肉だっつってんだよ。私的な立場では、だいぶアウトだよ。ドラちゃんとベロンチョの体力が、何気に危ない。ちょっとでも危なくなったら、薬草を使ってね。やられたら、元も子もないでしょ。確かに。ここが使い時だよな。でも、やっぱりもったいない気がする。ボス部屋の前だし、薬草は惜しまず使っていこうぜ。そうそう、その調子だよ。私、いつか殺されるな。ドラちゃん、もうレベル4か。さすがは鳥族、成長早いね。ラリホー習得したぞ。え、マジで？こんな早いの？そしたら、ホイミンの野郎は、ラリホーで眠らせた後、ボッコボコにすれば楽に倒せる。ホイミン逃げてー。全速力で逃げてー。お、いたいた、あれがホイミンだな。うん、あれがホイミンだね。真ん中ら辺にいるのは、気にしなくていいよ。宝箱のことか？うん、そうそう、宝箱のこと。よし、戦闘準備 OK だぜ。はじめまして、僕、ホイミン。僕を連れ戻しに来たんだよ。でも、僕、やだよ。牧場はつまんないから、帰りたくないんだ。どうしてもっていうなら、僕を倒してみなよ。
あ、BGM、変わんないんだね。コマケイコ隊員だよ。この戦い、ラリホーが決まりさえすれば、勝ったもどらべし。あ、危なかったね。ラリホーを仕掛ける前に、倒すちょ、ドラちゃんが切れた。序盤から、激しい攻防が繰り広げられております。とりあえず、逆切れのドラちゃんが瀕死だから、回復を優先しよう。ラリホーを決めて、赤子の手をひねりまくるだけかと思っていたが、そう甘くもないみたいだな。ただ、相手も、ホイミを使い始めたよ。ということは、追い込まれているということか。総員、ホイミンへ総攻撃を仕掛けよ。この戦いが終わったら、みんなでいっぱいやろうぜ。私、この実況が終わったら、告白するんだ。頑張れベロンチョ、持ちこたえるんだ。ヒーハー。やったねマリサ。さあ、喜びすぎて、ホイミンがドン引きする前に、早く連れて帰ろう。あ、そうだな。え、名前はつけなくていいんじゃない？いや、このままだと、王様の手に渡ってしまう。ああ、なるほど。お主も悪やね。さて、なんて偽名を装うかな？これなら、王様にバレることもないだろう。バレるバレない以前の問題だね。よし、それじゃあドククラゲは、先にモンスターボールへ戻っててくれ。牧場に戻るんだよ。いいね。なんで言語能力失ってるの？伊藤、やったね。さあ、お城に帰ろう。伊藤よ、ホイミンを連れてきてくれたのか？何？ホイミンは、こちらに帰りたくないと申した？え、いや。だが、そなたにならついていく、と言ったのか？え、いや、そうじゃ。お、なるほどのう。なんで筒抜けなんだ？ふむ、魔物に好かれるとは、あっぱれぜ。わしはそなたが気に入った。プリオは許そうぞ。結果オーライだね。ありがとう、伊藤。これで牧場に戻れるが。牧場には戻れるが。元の生活に戻れるとは思うなよ。闇金ですか？伊藤よ、これより格闘場に向かうのだ。格闘場？格闘場には、そなたのライバルたちが待っておる。彼らに勝ち抜いていけば、大会へ出られるぞ。てか、そもそも大会っていつなん？では、わしは忙しいので、これで失礼するのじゃ。いそいそ。あのカーテンの奥、気になるね。どうせろうそくとかしめ縄とかムチとかが転がってる。おー、勇敢なるマスター、伊藤に対峙のご加護。伊藤の冒険を無事を祈り、薬草を与えろう。紐からまっすぐ外に出て、下に行くと格闘場が。格闘場で勝ち抜けば、大会に出られるぞ。よし、格闘場へ向かうか。お、マリサのくせに、えらい素直だね。その言い草だと、まるで普段は素直じゃないって。そう言ってるんだよこのマンドラゴラ野郎。よーし、ここから飛び降りるぞー。ちょ、何この急展開。早まるなおっさん、この世界はまだ。死んだな。後で、閃光の一つでも焚いてやろう。おじさん、何やってんの？おぉ、伊藤か。わしの歳やのう。階段を降りるのも、特能じゃない。え、階段すらすら登ってたよね？格闘場に行くのか。そうか、頑張るんじゃぞ。おらぁ、奥に通せやじじい。ディフェンス。ダメだ、相当なディフェンスだった。山王工業だったら、エース取れるレベルだぞあれは。知らんがな。またいいことか。へえ。ほほう、異世界には、ダンジョンだけではなく、小部屋もあるのか。デカプリオよりかは、とても有益な情報だったね。国
ここは、何の部屋だ？見たことないおっさんがいるな。王冠をかぶってないあんなおじさんは、初めて見るね。おお、よく来たな、マスターコホン。わしはメダルおじさん。せめて騙そうと努力をしろよ。世界中に散らばる、小さなメダルを集めておる。どこかでメダルを見つけたら、わしにくれないか？集めてきたメダルの数に合わせて、ご褒美をあげよう。期待しておるぞ。いそいそ、いそいそ。別にいいけど、なんで隠れ身のみたいな真似してるんだ？王様ってバレたら、信用問題でしょ。こいつが、例のメタルスライムだね。不倫相手か。今さらこんな決定的証拠が見つかっても、いかんともしがたいな。むしろ、弱みを握られるようなのはないかな？キザキジェシカの DVD とか見つかれば。名前を出すな。名前を。おいでませ格闘場。今、マリサが聞こうとしている説明を、簡単にまとめるね。この3つさえ押さえれば、大丈夫です。じゃあ、例えば、試合を見ていて、興奮してきたマスターが、相手マスターエコブラツイストを仕掛けるのは、ありですか？できません。ありなし以前に、できません。さて、エントリーするか。よう来たのう。ここは格闘場や。え、何その口調？うん、わしか。わしは、ここの名物女、マミーガールじゃなくて、ババーガールだよ。わはは。ババーガール。おろろ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 ろほう、姉さんと、出会うため。ならば、ここで勝ち抜き、国の代表にならねばならん。格闘技世の中には、恐ろしい生き物がいるもんだな。弱い分に飛び降りた男性を見てもないともなかったのに、ババアガールはアウトなんだね。上のプラスもあるが、あんたにはまだまだや。坊や、戦ってみるか。早くここを立ち去ろう。試合に集中して、頑張るんだろ。お前のせいで集中できんわ。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。その名は、テリー・トウ。皆さん、応援をお願いします。私に。お前2回。では、第1試合を開始します。試合開始。なんだ、どんな奴が相手かと思えば、さっきの世界の敵と、何ら変わらんな。そりゃ G クラスだからね。最初から寿司を埋まるとか出てきても、困るでしょ。それは霊夢の例えの問題だろ。セミモグラとかスライムボックスとかを引き合いに出してくれ。え、霊夢、今の見た？トラちゃんが、スラボを盾にしたって出たぞ。大丈夫、それはおそらく、チームワークの一つだよ。おそらく。よし、難なく勝利だぜ。第1試合は、挑戦者の勝利です。まだまだいけそうな予感がします。では、続いて第2試合を開始します。伊藤はどう出るのか？試合開始。真ん中の、切り株お化け、初見算だね。まあ、そんな脅威になるような相手でもないだろ。うわっこい。ドラちゃーん、目を覚ましてくれー。ラリホーで眠らせるなんて、下道な戦い方しやがるぜ。今日はいい天気だなぁ、何して遊ぼっかなぁ。よし、ドラちゃん、目を覚ましたな。スラボー強いね。相手からの攻撃、全然効いてないよ。さすがは年季の入ったスライムだ。伊達に89年生きてないな。よし、次がラストだな。第2試合も、挑戦者の勝利です。内容も素晴らしい。では続いて、マスター養成塾、塾長の登場です。マスター養成塾？私こそは、マスター養成塾の、塾長である。いや知らんよ。私に勝つことができれば、G クラスは君のものだ。さあ、実力を見せてもらおうか。さっきから気にはなってたんだが、BGM、一体どうしたんだ？あ、気づいてた？Z
歴代ドラクエの、バトル音楽を流してます。いやこれロマンシングサガだろ。要するに、かっこいい BGM ならオッケーなのさ。そうか。それなら私からも、リクエストしていいか？うん、それじゃ、次の格闘場で流すね。クレイジーケンバンドの、タイガー&ドラゴン。いや、うん、かっこいいけど、前向きに検討いたします。そんなこんなで、もうすぐ終わるぜ。かっこいい勝ち方だ。まるで主人公だな。おめでとう、新たな勇者の誕生だ。マスターエトーに、どうぞ、温かい拍手を。よくやったもう、Bクラス勝ち抜きだ。マリサロリバトロロロ。しかしや、Bクラスは、マスターを目指す者への、最初の壁や。それくらいは超えてもらわんと、こっちとしても張り合いがないわい。だがこれで、あんたも晴れて、一人前のマスターだぞい。早く、ここを立ち去りたい。おお、伊藤殿、Bクラス勝ち抜きおめでとう。王様がお呼びなのだ、ついてきてほしい。次回は、ババアインパクトから逃れられた続きから、お送りします。それじゃ、また見てねー。前回、あらすじ。Gクラスを勝利し、大臣に呼び出され王様のところへ向かった。そこで聞かされた話は、その調子で頑張れ、みたいな感じだったけど、正直覚えてない。そうやって白目を向きながら王様の話を聞いてると、マルタの国の王様がやってきて、何か話してた気がするけど、ご多分に漏れず、私は白目を向いたままだったので、あまりよく覚えていない。その後、プリオのところへお礼参りに行くと、許しを請うと言わんばかりに、私にとっておきの情報を差し出した。スカイドラゴンの下で待っていれば、きっといいことが起きるのだという。その言葉を信じて、牧場の上空に佇む、スカイドラゴンの真下で、どんなことが起きるのかと胸を躍らせながら待っていると、糞を落とされた。そして、よし、プリオを東京湾に沈めようと決意したその時、そういえばリンスを切らしていることを思い出して、バザーへとかけていく。真新しい輝きを放つ商品に目移りしながら、財布の中身を確認すると、無一文だったことを思い出す。少しはにかみながら、お店を離れると、バーベキューをしている集団に会ったが、私の大好きな椎茸が見当たらなかったので、特に注目しなかった。確か、火種がなくて困っていると嘆いていた気がするが、椎茸がない以上私には関係がない。やさぐれた心を癒そうと、満喫へ入店したのだが、なぜか漫画の取り扱いが全くなく、活字だらけだったので、おえつしながら店を出た。満喫を出たすぐそこに井戸があったので、貞子と連絡先を交換したかった私は、無意識のまま井戸の底を目指していた。そこには怪しい研究をしている博士と、助手のおばあさん、あと、巨大なビーフカレーがあった。そのカレーがどうにも美味しそうで、食欲を押し殺すことができなかった私は、一目もはばからずにお金が落ちていないか探し始めた。壺の中が怪しかったので、手を伸ばすと、おばあちゃんの入れ歯入れだった。強大な絶望に襲われながらも、かろうじて意識を保ちながら、井戸の底を後にして、おばあちゃんを控訴するために裁判の手続きをしようと、猛ダッシュで闘技場に潜り込んだ。法廷手続きの受付を探していると、じゃんけんを挑まれたので、とりあえずグーを出すと、目の前に階段が現れた。階段を登った先には、今にも高笑いを上げそうなネズミのような筆頭と、王妃様がいた。王妃様から、弱い者に興味はない、賭場性のような言葉を浴びせられたが、あいにく私にはそういう趣味がないので、無視して外に出た。そのまま左へ向かうと、マスター養成塾と、ダジャレ好きな悪魔の鏡が迎えてくれたのだが、あいにく靴ずれがひどくてそれどころじゃなかったので、挨拶程度にその場を後にした。その後も、格闘場で油を売っていると、知らない人から声をかけられることが多かった。なんでも、私の試合を見て、ファンになったのだという。嬉しい反面、正直、あの程度の試合で心に揺れ動く人がファンになったって、ダボ派手を釣り上げた実感しかなかった。ミーハーを振り向かせてなんぼのもんじゃい、クロートを振り向かせてこそ、本当のアスリートだろうがと、モンスターたちに激を飛ばしていると、お前俺より年下じゃねえか、とスラボー先輩からエッチの効いたツッコミが入ったので、待ち人の扉へ向かうことになった。せーの、ゆっくりしていってね。待ち人の扉か。そういえば、今年のおみくじは、待ち人小津だったぜ。それじゃあこのダンジョンは、今年いっぱいクリアできないね。来年に持ち越しだな。
さて、出発するか。新しい仲間も増やしてね。うわ、めっちゃお金あるやん。なんだこれ、もしかして、敵の罠か？そう疑いつつも、迷わず拾ってるね。あのバッタは新顔だな。仲間にしなきゃね。お肉あげたら？いや、お肉なんかに頼らず、バトルで思いを伝えてみるぜ。相変わらず、貧乏症だね。ワンガリマー隊さんも、もっと使えよって言うよ。お、ドラちゃんが、命知らずになったぞ。性格が変わったのを知らせるシステムは、ゲームボーイにはなかったね。性格は、戦闘や、お見合いなど、いろんなものに関わるから、地味にありがたい変更。よし、攻撃が3上がったぜ。私の話聞いてた？ここのボスって、どんなだ？結構強いんじゃないかな。人か福祉。強敵歓迎だぜ。敵が弱くて、退屈してきたところだしな。どうだ？バッタにひよこたち。お前たちも一緒に、ボスの討伐へ連れて行ってやらんこともな。ちょっとやだなぁ。そんなマジにならなくても、連れてってあげる。危ね。よかったねマリサ。これなら退屈せずに済みそうだよ。そんなほがらかなこと言ってる場合か。今や全滅寸前だよ。ベロンチョ、もう少し頑張ってくれ。こんな序盤の序盤でゲームオーバーとかマジで笑えないって。しかし強いねこいつら。マリサの腕が試される局面だよ。そうだな。私の実力を見せつけられる、いい機会を与えたと褒めてやろ。いやだー、死にたくなーい。ちょっとマリサ、何弱気になってんのよ。堪忍してくれやおっかさん。あなたより先に行く、とんだお役行者の私を。どうか。なんで歌舞伎者みたいになってるのよ。スラボーがまだ戦ってんだから、マリサも一緒に戦いなさいよ。スラボーは、お孫さんに、何か言い残す言葉はないか？誰が悔いの残らない死に様を用意しろっつったんだ。一緒に戦うんだよ。それがマスターとしての務めだ。マジでゲームオーバーを覚悟したぜ。スラボーのレベル上げておいて、ほんとよかったわ。生まれて初めて、霊夢に感謝している。私のアドバイスが役立ったでしょ？あと、感謝するべき場面はたくさんあったはずだからよく思い出せよ。早く仲間を見つけなきゃ。いくらスラボーでも、このままだと過労死するよ。逆に言えば、ここまで強い敵を味方にできれば、頼もしいことこの上ないな。さすがはマリサ。さっき殺されかけた相手に希望を見出すとは、ポジティブだねっていうかバカだねっていうか。さあ、来るか？ウェルカームピッキーさーん。まずは一安心だけど、早くもう一体仲間にしないとね。今この時は、新たな仲間を歓迎するぜ。こいつの実力は、頼りになるぞ。大した実力なさそうな名前になっちゃったよ。要するに、売名行為だな。レベル2にしては、確かに強いねこの子。攻撃と HP が30超えか。それに、ルカニを習得している点も、見逃せないな。ドラちゃんの棺桶は、牧場に配送しとくぜ。速達のチルド便でよろしくね。続きまして、バッタさんの勧誘に挑みます。戦力としてはパッとしないけど、背に腹は変えられないね。なんか、バッタにお肉をあげるって、違和感あるな。確かにね。じゃあ、シソの葉とかあげれば？いや私、梅って苦手なのよ。知らんがな。お、スラボーじいさんが、ギラを覚えたぞ。やっと来たか。これでだいぶ、戦闘が楽になると思うよ。ほんと、頼りになるおじいちゃんだぜ。どんどん上がるね。よかった、シソの葉じゃなくても許容してくれたか。これで、だいぶ持ち直したね。ついさっきまでゲームオーバーに片足突っ込んでたのに。適当に名前をつけるか。
私、仮面ライダーはよく知らないんだよね。よく知らないなら名付けるなよ。ベロンチョとドラちゃんには、悪いことしたな。またいつか、一緒に冒険したいぜ。さあ、見せてもらおうか。スラボおじいさんの必殺技とやらを。燃え盛れ、キラー。このスライムすごいよ。さすがスラオのおじいちゃん。なぜ音対象？それにしても、これは爽快だね。ただ、そんなに MP がないから、乱用はできないな。MP は、フィールドを歩いてると、ちょっとずつ自動で回復するよ。え、そうなの？当てにはできない回復量だけどね、覚えておくといいよ。お、私の物欲センサーが、強い反応を示しているぜ。確かに、あいつは仲間にしておきたいね。ディケイドは今のうちに、里に帰る準備をしておいてくれ。おお、マリサが燻製肉をあげるとは、よほどのことだね。まあな、清水の舞台から飛び降りた気分だぜ。結果、無駄な飛び降りになったけどね。畜生。誰だよお前。リベンジマッチ。お、いいシチュエーションだね。これならいけるな。くらえ、骨付き肉。そんな必殺技だよ。期待のルーキー、二人目の登場です。期待してるんだったら、ヨシチキンとかふざけたのじゃなくて、ちゃんとした名前つけなくちゃね。なるほど。こんな感じか。そうそう、やればちゃんとできるじゃない。だってねえだろ、そんなわけねえじゃん。いきなりギラとホイミが使えるのか、とんだ優等生だな。これはもう、ディケイドの里帰りが濃厚だね。ファイナル仮面ライド。それじゃあ、スラボー、ヨシチキン、ムリムリン、この3体でボスに挑むぜ。即席の割には、なかなかバランスの取れたパーティーだね。これなら、どんな敵が相手でも、負ける気がしそう。え？冒険の方は、順風満帆のようだね。ただ、実況の方は、話題がなくて、困っているようだね。いえ、全然困ってないですけど、むしろちょっと盛り上がってきたぐらいですけど。そんな君たちに、大樹の精霊である僕が、救いの手を差し伸べてあげるよ。何この子、怖い。僕がどうやって救いを施すのか、気になっているようだね。いえ、全く。そう、コメント返しさ。何も言ってませんけど、動画についたコメントを、僕が抜粋してくるから、その返事を君たちでするんだ。話題作りには、十分だろ。この精霊、めちゃくちゃ空気読めないけど、やろうとしていることはありがたいね。確かに。時間を有効に使えるし、視聴者とのコミュニケーション。あ、ごめん、ちょっと用事あるから、また後で来るね。え？なんだったんだ今のは。ただの放送事故だよ。電波ジャックしてきた精霊のことは忘れて、いよいよボス戦だぜ。あ、もうそんな時間か。王女様がボスか。左だよ、左。ここで何をしているんです？あなたは、勇者様？私を助けに来てください。違う。確かに違うけど、かわいそうだから助けてあげなよ。まあ、嬉しい、ヌルポ。どうぞ、私を抱き上げて、お城まで連れ帰ってくだ。あ。いいのです。あなたはまだ、小さいですもの。だから持ち上げられなかったのです。そうだとおっしゃってください。違う。お願いです。そうだとおっしゃってください。そうじゃない。間違ってる。小さいからだよ。ふう、よかった。いえ、なんでもございませんわ。私は、大人の方が来るのを待つことにいたしますわ。予感がしますの。青い鎧を着た若者が、私を迎えに来てくれる。何度も見た夢ですわ。あなたは勇者様ではなかった。けれど、来てくれて嬉しかったわ。
私は、ナナトーム猛魚、ゴーラ。またお会いしましょうねー、オーケーバイバーイ、ウフフ。最後の最後で、えらい軽いキャラになったな。ほっぺ膨らましたりしてたしね。他には、何もないようだな。ありますよ。あなたが避けてるだけですよ。ドラゴンってだけで、なんだか緊張するな。万全のコンディションで挑まなくては。親切パーティーの、力量が試されるね。さあ、討伐の時間だ。ぐるる、締め、お、う、ば、い、に、き、た、か。締め、は、わ、た、さ、ん。このドラゴン、巻き舌すごいね。ドラゴンの方向を、巻き舌で表現するって斬新だな。それで、なんか作戦でもあるの？ああ、プラン B で行く。まず、ヨシキキンのルカニで、相手の防御を落としまくる。その間、無理無理のアホイミに徹してもらい、守りを固める。そうして、守りの弱まったドラゴンへ、総攻撃を仕掛ける。どうだ、悪くないだろ？作戦としては、悪くないね。問題は、無理無理のアホイミだけでは、回復が不安かな。心配ないだろう。一撃で倒されたりしない限り、回復は追いつくさ。えらい強気だね。このダンジョン、最初は絶望の淵に追いやられたが、今じゃその敵が仲間になってるんだ。これ以上に心強いことはない。お姫様をさらってしまうような、心のつながりを簡単に断ち切ってしまうお前に、私たちが、負けるはずがないんだ。さあ行こう、みんな、私たちの団結の力を、ドラゴンに見せつけるよ。やっぱ。え、ちょ、しかもメスかよ。なんでお姫様さらったんだよ。肩すかし半端ないね。ダンジョンは難しいけど、ボスはそんなに強くないってステージかな？聖剣伝説の幽霊戦が、なんかそんな感じだった気がするぜ。適当に名前をつけて、さっさと帰ろうか。お姫様のことは、心配しなくても大丈夫さ。さあ、お、し、ろ、に、か、え、ろ、う、ま、ね、す、る、な、お、ま、え、も、な。お、伊藤よ、ドラゴンを倒してしまったか。もとい、参ったか。お主、見かけによらず、なかなかやるではないか。それにしても、姫をさらうとは、ドラゴンもやり手じゃのう。放っておけば、世界中の姫がさらわれたかもしれんの。それ、言い過ぎ。私もさらわれてただろうな。ドラゴンですら拒否するレベル。おお、ちと言い過ぎたか。今後とも頼むぞ、テリートン。預かり書や図書館を、大いに活用するがよい。それでは、忙しいので、わしは失礼する。いそいそ、いそいそ。王様って、何が忙しいのかな？メダルゲームだろ。そっか。おお、勇敢なるイカ脈。ユリゴンで拍子抜けしたから、格闘場でも行ってこようかな。うん、それがいいね。おお、伊藤か、待っておったよ。これからあんたは、国の代表を目指すんや。どうやるんだババア。代表になるためには、クラスを勝ち抜かねばならん。クラスを飛び越えて受けることも、許されておるぞ。では、どのクラスを受けるかの？まずは順当に、F クラスに挑むぜババア。試合に集中して、頑張るんだよ。任せときなババア。ババアババア連呼すんなよ。ごめん、霊夢ババア。シュレッダーにかけるぞ。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。あれ？この声は、新たな挑戦者が現れました。お前何やってんだ。皆さん、応援をお願いします。なんであんたがここにいるのよ。試合開始。無視すんな。それじゃあ早速、コメント返しに入るよ。いやいや、これから F クラスの戦いを実況したいんだが。いいって言って、そういうのは、森本レオさんにお願いすればいいんだよ。こんな仕事引き受けるわけないだろ。まずはパート1から。原作といい、
うつむしとは趣味が合いそうだ。そういったコメントを送って、嬉しいです。今度一緒に、芋焼酎でも傾けながら、語り明かそうぜ。エコですよね。これは何か縛るのかな？普通にやるのかな？普通にやるよ。縛りプレイしている人、いっぱいいるみたいだしね。ただ、縛りじゃないけど、連れていくモンスターは固定させずに、いろいろ変えようとは考えてるぜ。じゃあ、パート2に行くよ。バニ系を唱えるときは、ケイ、ケイ、カゼイ、ってセリフが入るのかな？パフパフを唱えるときは、シルバーバトンの力を見よ、ってセリフが入ります。どういうことだよ。クロスボーンの戦闘曲も、かっこいいよ。へぇ、聞いたことないから、ぜひ聞いてみたいぜ。いや今流れてるよ。え？つまり、格闘場の BGM は、リクエストした曲を流してくれるってことか？質問と見せかけて説明も織り交ぜてありがとう。そういうことだよ。もちろん、全部は答えられないから、軽い気持ちでリクエストしてね。それじゃあ、僕は帰るね。なんだかんだ助かったよ、ありがとう。どういたしまして。キャラは、いつもの口座に振り込んでてね。さっさ帰れや。第2試合も、挑戦者の勝利です。内容も素晴らしい。では続いて、井戸の底の、怪しい博士の登場です。あ、この人、ビーフカレーの人だ。私は、井戸の底で、秘密の研究をしておる。しかも、一流のモンスターマスターなのだ。自分で一流って言っちゃったよ、この土佐流。さあ、かかってきなさい。なんとも、おどろおどろしい面々だな。井戸の底っぽいね。どうでもいいけど、井戸の底って聞くと、ゼルダが真っ先に思い浮かばない？それもあるけど、今の私は、イレバが第一に思い浮かぶな。あんた、井戸の底で、一体何があったのよ。さあ、緩和球大だ。土産流にしても、Fクラスの登場だ。油断ならないぜ。このパーティーは、なんだかんだ言って、ブラボーのポテンシャルのおかげで成り立っている部分が強いな。飛び抜けて強いからね。他の2体も、もっと自分の役割が担えられればいいけど。Fクラスを勝ち抜ければ、配合ができるようになるから、そこで強化したいぜ。それもそうだね。あ、先に言っとくけど、配合は全て私が統括するよ。え、なんで？じゃあ聞くけど、氷河魔人と溶岩魔人を配合させると、何ができる？宮本武蔵？ほらね、やっぱり配合は、私が統括すべきよ。っていうかなんだそのアンサー。仕方ない。おとなしくレイム名人の言う通りにするか。もちろん、マリサの意思は尊重するよ。ただ、私のフィルターを通らないと、なんか恐ろしいことになりそうで怖いのよ。と、レイムに言いくるめを受けている間に、Fクラスを勝ち抜いたぜ。おめでとう、新たな勇者の誕生だ。マスター伊藤に、温かい拍手を、どうぞ。今回は、ここまでだぜ。次回は、守りの扉からお送りするね。それじゃ、また見てねせーの、ゆっくりしていってね。おお、久しぶりだのう。覚えておるか、わしのこと。知らんな。そうかね。というわけで、自称一流マスターかっこ笑いに勝ったので、配合ができるようになったぜ。ドラクエモンスターズの、真髄とも言えるものだね。これからが本番と言っても、過言ではないよ。それで、配合は、霊夢先生が一任すると言ってたけど、そうですな。先生、今日は、何を配合するんですか？うむ。それではまず、守りの扉をクリアしてこようか。先生、それはめんどくさいので、ないがしらにしようと思います。破門だ。はいはいわかりましたよ。今下打ちしたよね。わざと聞こえるくらいの音量で下打ちしたよね。展開からやってきました。前回は、牧場でひどい目にあったぜ。ああ、スカイドラゴンのこと？そうそう、プリオにそそのかされて、ここでじっと待っていたら、糞を落とされたんだ。バーバリーの一丁らだっていてまた落ちてきた。なんだ、やたら硬いうんこだな。食物繊維が足りてないんじゃないか。よく見てようんこやろう。それ、卵だよ。
ええ、卵って、スカイドラゴンの？そうみたいだね。プリオの言う通り、いいことが起きたじゃない。いや待てよ。ってことは、ここでずっと待ってたら、スカイドラゴンの卵がいくつも手に入るんじゃないか？おいプリオこの野郎、どう落とし前つけんだ。そんな、どうしろと言われても、クリーニング代と、ホイミンをシャバに連れ出した依頼金、合わせて900ゴールドで許してやる。そんなにはちょっと、徘徊 S で答えな。ひどすぎる。ふう、ちょっと言い過ぎちゃったかな。そうだね、どう見てもちょっとどころじゃなかったね。極悪非道の鏡だったよ。マリサ、ちょっと反省。ところで、今回のメンバーは、どういったコンセプトなの？特に考えてないけど、強いて言うなら、暗黒魔界三大神獣の集い、といったところかな。へえ、それはすごいね。ところで次は、いつ病院に行く予定なの？一応お薬は増やしてもらったんだがな。こじらせてしまった中二病は、なかなか治りが遅いぜ。アリが2匹と、コドラが1匹か。パッと見た感じ、誰が一番強そう？普通に考えたら、コドラだろ。そうだよね。でも、よく考えてみてよ。あんなにでかいアリが目の前に現れたら、めちゃくちゃ怖くない？そんなこと言い始めたら、生首がゲームの実況してるのも、なかなか怖いぞ。戦闘、やたら長いね。さすがは中ボス、手強い相手だぜ。雑魚戦ですよ。アリが2匹とコドラが1匹の雑魚戦ですよ。とりあえずハンティング。適当にネーミング。マリサ、それ、コドラやない、ドラコや。釣られたなポッター。雑魚戦でこんなに苦戦して、本当に大丈夫なの？大丈夫。暗黒魔界ケルベロスの力は、こんなもんじゃないぜ。さっきと変わってない？お、いい笑顔してるな。ぜひ仲間にしたいぜ。ああ、ゴーストね。それじゃあ、両脇の2体から、倒していかないと。まず命令をさせてっと。コドラを先に倒すようにして。あ、いや待てよ。やはり作戦。いつの間にか、メダパに送らっていたようだぜ。至って健康ですよ。よしよし、いい感じだ。次に、コドラへ総攻撃を仕掛け、ウップス。やはり丸森には、スラボーの穴は埋められなかったか。敵からの攻撃を全く寄せつけないで、全体魔法も使える、あのじいさんが強すぎるんだよ。ベロンチョだって、前回はすぐ缶桶になったのに、ちゃんと強くなったからな。丸森だって、しっかり育てれば、強っ。なんでベロンチョすぐ死んでしまうん？言ってる場合か。バッタ一匹だけのこの状況、どう打開すんのよ。落ち着けよ。まだ慌てるような時間じゃない。存分に慌てるべき時間だよ。まずはこいつを仲間にしてから、後のことを考えよう。よかった。なんとか花の皮一枚繋がったぜ。首ね。花の皮が繋がったところでどうしようもないからね。スピルバーグと一枚噛んでるのかな？早速だが、ビシバシ働いてもらうぜ。死人に鞭打つなよ。3体目は、あいつしかいないな。もはや選んでられないからね。しかし、前回に続いて、現地調達の冒険が続くね。もっと安定した旅に出たいぜ。モンスターの強化が急務だな。よし、アリとキリギリスパーティーの出来上がりだ。キャスパーの立ち位置どうすんのよ。このパーティーの力になれるよう、強そうな名前をつけるぜ。ガチで強そうだね。さあ、
寸かも惜しまず働くんだ。これでもう、誰かが倒れても補充できない状況になったね。残り HP に気をつけながら、慎重に進めていくぜ。うん、こっちには何もないみたいだな。ウェイウェイウェイ、カムバックカムバック。誰だあいつ、迷子の神父か？迷子じゃないよ。あれは、タコクマスター。大まかに、特徴を挙げるね。と、こんな感じだよ。どうする？挑戦するの？いやー、今のパーティーじゃちょっと不安だから、遠慮しとくぜ。遠慮するんだよね。遠慮なく行かせてもらうってことだよ。よっしゃオラーかかって今回神父さんオラー。あなたも魔物を。行くぞオラー。ちょ、何このマンズー。なんか強そうなんだけど。見た目はそうだけど、パラメーターは私たちと大差ないはずだよ。頑張って。そうか。物怖じしたら負けだな。行くぞお前ら。特技や素質がなくたって、思いが勝利を手繰り寄せる奇跡。相手。さて、再挑戦だな。何事もなかったかのように始めるの？さっきのは何？ダイジェスト？ただの早送り？それとも放送事故？よっしゃ行くぞらー。おい。あなたも魔物を育てて、自らが選んだ道を行こうとしておられる。私に勝てれば、魔物を回復して差し上げますよ。左のやつが、トラウマになりそうだ。私が言うのもなんだけど、このメンバーで勝てるのかな？霊夢が教えてくれたことだぜ。どんなに絶望的な戦いでも、最後まで一緒に戦う。それが、マスターの務めだ。素敵、マリサ、惚れ直したわよ。マスターとして、当然のことを言ったまでよ。お薬増やしておきますね。よし、まずは一体だぜ。意外にあっさり倒せたね。負けず劣らず。こちらも虫の息だぜ。そこは張り合わないで。全体攻撃が連続できたら、負けるな。薬草は、惜しみなく使っていってね。言わずもがな。よしよし、眩しい光が効いてるよ。みんな、よくやってくれてるな。また全体攻撃が来るまでに、なんとかケリをつけようぜ。ベロンチョ、お前はフル株なんだから、絶対に死ぬなよ。あと一体だよ。ここまで来れば、でぬわく、たとえベロンチョ一気になったとしても、戦い続けるぜ。マリサ、あんたはよくやったよ。誰も責めないから、ここは逃げなさい。もう誰からも逃げない。どんな奴にも負けない。そのために、強くなったんだ。薬草いっぱいあげてるやん。行くぞベロンチョ、その一撃で、奇跡を起こせ。勝ったのか。おめでとう、マリサの勝利だよ。私は何もしてないぜ。ただベロンチョの横で、ワンコそばみたいに薬草をあげてただけだ。ありがとうベロンチョ。お前の真の力が見れて、
嬉しかった。え？なんで？お肉も何もあげてないのに？私とベロンチョの友情に惚れてしまったのか。なんかかっこいいね。それか、薬草をいっぱい食べてたベロンチョが羨ましくなったのか。その説はいらない。ライラック？そう、花言葉は純潔な友情。ごめん、マリサの口からそんな言葉聞くとジンマシン出そうだからやめてくれる？勝利しただけでも嬉しいのに、まさかこんな頼もしい仲間までできるとはな。きっと一生分の運を使い切ったんだろうね。せめて70年分にしてほしいぜ。私もまだまだですね。仲間を回復して差し上げましょう。あなたと仲間たちに神も祝福あれ。みんな元気になってよかったね。今のが神父さんでよかった。さすがにベロンチョ一帯ではボスまでたどり着かないからな。どこかでお会いしましたか？よかったらモリモリしていく。いえ、結構です。余裕がないなら私も琥珀草返してくれる？やっぱりお前か。まったく、なんでこんなに立地の悪い物件に住んでるんだよ。そこ？さて、本日一番の大勝負にも勝利したことだし、サクッとボスを倒してこようかな。なんかいるね。今日はあれか、神父さんが大量発生する日なのか。ライラックがいないね。これは楽勝かな。ついでに、もっとモンスターを略奪できないか、挑戦してみるぜ。他国マスターが引き連れるモンスターは、珍しい特技を覚えていたりして、配合素材として優秀だからね。たくさん略奪していってね。それじゃあ、清水のステージから飛び降りるつもりで、骨付き肉を与えてみるぜ。さあ、仲間になるかな？バカ野郎、骨付き肉返せよ。懐狭すぎるだろ。まあ、そんな簡単に仲間になるもんじゃないからね。ライラックは運が良かっただけだよ。おいっす、おいっす。前回、お二人から散々言われたから、出るタイミングを見計らってみました。うん、いいタイミングだったと思うよ。そうでしょ？実は僕、やればできる子なんだよ。いいからさっさとコメント読めや。ようやくあらすじが終わったようだったが、私は白目を向いていたので、よく理解できないでいた。なんで大事なあらすじを聞いてないんだ、と、怒鳴ろうとしたところ、まだ白目を向いているようなので、そっとしておくことにした。今回のスカイドラゴンといい、ちょくちょく絡むから、よく覚えててね。この精霊からは、旧米臭を感じる。らしいぞ、ワタボウ。僕が旧米だなんて、わけがわからないよ。君たちはいつもそうだね。コメントを返し始めると、決まって同じ反応をする。旧米じゃねえか。やっぱり理解できないな。人間の価値観は、円環の断りに導かれてしまえ。さて、インキュベーターも追い返したから、そろそろボスに挑むか。他国マスターほどの盛り上がりが、果たして期待できるか。今、画面に何か、映り込んだよね。そういえば、朝の天気予報で、今日は日本海側で一部、神父さんが大量発生する見込みだと言ってたな。雨出すって、そんなことまでわかるんだね。なんか、アダムスファミリーみたいなやつがついてきた。それでは、本日3人目の、神父村との戦いを始めたいと思います。村じゃなくて、3ね。一文字違うだけでアメリカンフットボーラーになっちゃうから、気をつけてね。セット、ハット。マリサのトラウマがいるよ。ふん、
今となっては、4倍速でお送りできるほどの敵になり下がってしまったがな。頼もしさを感じる反面、この後のボス戦が盛り上がるか不安でたまりません。お肉を3つもあげたんだ。仲間にならない理由が見つからないぜ。食い逃げだー。食い逃げがいるぞー。誰も聞いてないよ。さっさと行くか。あの後ろ姿は、ゴーレムか。もしくは、悪魔超人、サンシャインなのか。もしくはから後ろはいらないです。どうでもいいけど、ゲームボーイだと、ここでワルボーとミニイベントがあったと思うんだけど、なぜかカットされてるね。ほんとどうでもいいな。街に入ってみるか。なんだお前、筋肉バスター食らわすぞ。ちょっと待ってほしいんだな。ここは通すわけには、いかないんだな。なぜかというと、僕はここを誰も通すなと言われた。町の用心棒、ゴーレムも、ゴレムスなんだな。あ、山下清じゃないのか。こんな肌ゴツゴツしてねえよ。さあ、熱いバトルの時間なんだな。とてもじゃないけど、盛り上がれない。なんだこいつ、めちゃくちゃ加点だな。特技の大防御が発動しているからね。生半可な攻撃じゃ、まともに通らないよ。防御に専念してるんだったら、遠慮なく、めった打ちにさせてもらうんだな。裸の対象に言ってほしくないセリフ、ベスト4くらいに入るね。前回のユリボン戦から、ボスはそんなに強くないということを、学んだんだな。そうやって油断してると、痛い目見るかもよ。守ってばかりの相手に、この私が、負けるはずな。バカ野郎、今のはフラグ発言だったんだから、ここから私が苦戦する流れだろうが、どんなクレームだよ。まったく、歯ごたえがなさすぎるぜ。もっと神父さんを見習うべきだろ。せっかく僕に勝ったのに、町には入れないんだな。え、なんでなんだな。この町は、ゴレムス君が見ている、幻の町なんだな。ああ、現実のものじゃないんだな。だから、中に入ることはできないんだな。って、あれ？言葉遣いが変になってきた。さあ、帰るんだな。今回は、ここまでなんだな。次回から、いよいよ配合が始まるから、注目してほしいんだな。それじゃ、また見るんだな。せーの、ゆっくりしていってね。突然ですが、ここでクイズです。ほんと突然だね。この3人のうち、主人公は、一体どれでしょう？うん、2番だね。悩んでいるところ悪いが、残り時間もわずかだぞ。いやだから、2番だってば。時間切れだ。正解を発表するぜ。主人公は、2番の人でした。うん、知ってる。惜しかったな霊夢。3番は目が一つしかないという点に気づいたところまでは、褒めてやりたいぜ。とりあえずあんたは後でどつき回すとして、私が伝えてた宿題は、ちゃんとやってきたの？ああ、全員レベル10以上にしてきたぜ。地味にめんどくさかったぞ。ご苦労、これで配合がはかどるよ。でも霊夢先生、何も全員配合させるわけではないのでしょう？主要キャラだけレベル上げたら良いのでは？うむ、まずは星降りの祠へ行こう。詳しい話は、それからだ。わかりました。すぐに向かいます。ヘイタクシー。さあ先生、何と何を配合させるんですか？まあまあ、そう慌てなさんな。動画冒頭で訳のわからないクイズをしたせいで、時間が押してるんですよ。後で本当にどつき回すからな。丸森ことファーラットと、予作こと切り株お化け、この2体を配合してください。大木槌が生まれるらしいぞ。うん、それでオッケーだよ。ワクワクするな、初めてチャリンコを買ってもらった時ぐらい、ワクワクするぜ。
何年前の話してんのよ。行動範囲がぐっと広がった時って、ワクワクするでしょ。ああ、あれね、ポケモンで波乗りが使えるようになった時、みたいな感じね。おめでとうございます。元気な男の子ですよ。ここ分娩室じゃないから。しかも女の子じゃねえか。そんなまたニティごっこはいいから、名前をつけてあげなよ。第1号にふさわしい、アニバーサリーな名前をつけるぜ。全然アニバーサリーな名前じゃないよ。なーにー、やっちまったなー。やかましいわ。それでは、続けてどんどん配合しますね。ライラックこと琥珀草、モハメドこと軍隊アリを配合させて、メイダを誕生させます。大木槌やメイダを誕生させようと思った、決めてみたいなのってあるのか？固有の配合パターンだからだよ。ああ、固有だからね。絶対わかってないでしょ。じゃあ、次の配合を紹介するときに、詳しく教えるからね。キャスパーことゴースト、ディケイドことキリキリバッタ、この2体で、ダーククラブを誕生させます。まがまがしくて、かっこいいな。このモンスターは、虫系とゾンビ系の配合で、誕生するんだよ。あ、意外に簡単だな。でも、大木槌は、獣系とキリカブお化けを配合させないと、誕生できないの。次は、ホイミンとヨシチキン、つまり、スライム系と鳥系で、羽スライムにするよ。なるほど、わかってきたぜ。つまり、特別な配合パターンでしか生まれないモンスターがいれば、そっちを優先してるってことだな。そんな感じだよ。すべてがそれに限らないけどね。ユリボンと、ムリムリンを配合させるね。まだ配合すんのかよ。これで生まれるリガードマンは、固有ではなく、ドラゴン系と悪魔系で誕生します。固有のパターンがなかったからか？いや、リザードマンの固有パターンにつなげるために、配合させたんだよ。最後に、マルフォイことコドラ、エドモンドことマドハンドを配合させます。いっぱい配合したな。モンスター G さんが疲労骨折するぞ。この配合で、ソードドラゴンが誕生するけど、孵化させるのは、次のダンジョンに入るときにします。了解、テカテカしながら待ってるぜ。それじゃあマリサ、レベル上げ頑張ってね。なんで私ばかり、こういう役回りなんだよ。いいじゃないレベル上げ、モンスターの成長に間近で触れられて、楽しいじゃん。じゃあ、霊夢やれよ。私今、丸罰ゲームの必勝法考えるので忙しいから、無理。そうか、じゃあ仕方ないな。適当にカットでもするか。霊夢、いつものやつ頼むぜ。あいよ。逃げてまーす。レベル上げ、完了しました。パラメーターを拝見しましょうか。うんうん、特技も充実してるし、いい具合じゃないかな。正直、ちょっとレベル上げしすぎたかと反省している。最近、現地調達の冒険ばかりだったから、たまにはいいんじゃないかな。レベル上げも済んだところで、早速思い出の扉に向かおうよ。その前に、知り合いと、バーベキューの約束してるから、ちょっと行ってくるぜ。え、バーベキュー？さあ行くぜ、クールポコ、ルッコラ、火種、3番目誰だよ。みんなで具材を持ち寄ることになってるから、私も準備しなきゃな。アウトドアを満喫するのもいいけど、ミレイユを探してることを忘れないでね。バーベキューと言ったら、椎茸は外せないよな。マリサ好きだもんね。他にはどれを取り揃えようかな。こんな感じかな。何も買ってねえじゃねえか。お前他の人が持ってきたので腹を満たし込んだんだろ。お、やってるな。あ、まだ火がつかないのか。たく、しょうがない奴らだな。
ぜ。火種をお前たちにくれてやる。なんかややこしいわ。これで、バーベキューを始められるぜ。何から焼こうかな？椎茸か、かぼちゃか、マシュマロか。まずお肉焼けよ。え？いや、びっくりしたなぁ。でかたつかないだろ。やったねマリサ、新しい扉が出てきたよ。え、バーベキューは？見ての通り、中止だよ。ええー？椎茸食べられると思って、ものすっごく楽しみにしてたのに。まあまあ、鳥取にある、美味しい椎茸屋さんに、今度連れてってあげるから、我慢してよ。っていうか、椎茸食いたいなら、別にバーベキューじゃなくてよくね？今回は、クールポコ、ルッコラ、バルタン、この3体で挑むぜ。新進気鋭のモンスターが揃い踏みだね。これは面白そうだ。冒険へ出かける前に、ゲームの神様に、お祈りを捧げたいと思います。主よ、どうか憐れみを、このまんじゅうどもに与えてください。アーメン。よし、それじゃあ出発するぜ。レベル上げのシーンとかはカットするのに、なんでセーブはカットしないんだろう。一番盛り上がるところだぜ。素人にはわからんかもしれんがな。マジスカートねーっすねー。新しいパーティーの実力を、早く試したいところだぜ。お、早速来たな。丸森懐かしいね。ただ、このパーティーの本気を出すには、格下すぎる相手だぜ。ベジータみたいな調子の乗り方してるけど、左のやつが新顔だから、仲間にしてね。霊夢。でしゃばるなと言ったはずだ。ブロリー呼ぶぞこら。さあ、仲間になるかな。臆病者はついてこなくてもよい。ついてこさせるのがお前の仕事だろ。ふと思ったんだが、順番、並び替えた方がいいよな。そうね、守りの固いバルタンを、先頭に置くべきかな。今更だけど、何がどうなって羽スライムにルッコラなんて名前がつくのよ。はいはい、神父神父。ほんとよく出くわすね。修造さんに続く、準レギュラーの座を狙っているんだろうな。他国マスターが出現するには、いろいろな条件があるらしいよ。例えば神父だと、アイテムをすべて拾うのが条件らしいね。確かにそれだと、ストーカーと疑うくらい私に付きまとっているのもうなずけるな。マリサのストーカーとか誰得だよ。なんでキャタピラー仲間にならんのじゃ。しみったれて、魔物の餌しかあげないからだよ。わかったよ。ドラゴンキッズには、拾いたての新鮮な魔物の餌を献上するぜ。そうじゃなくて、燻製肉とかをあげろっつってんのよ。今のでオッケーみたいだぞ。つつましいドラゴンだね。ドドンゴって、翼あったっけ？他国マスターとの戦いも、慣れたもんだね。レベル上げ中は、毎日のようにお世話になりました。こっちの強さに合わせてくれるのに、経験値もたくさんくれるから、ほんと助かるね。まさに、腰銀着様、じゃなくて、神父様だぜ。難なく解消。お疲れ様でした。それじゃあ、次のフロアでスタンバっててください。もう予約済みなんだね。やはりこのパーティー、ちょっと強すぎかもしれんな。現地でモンスターを補充する、土下座アドベンチャーをお送りするより、いいんじゃないかな。私、いつ土下座してたんだよ。野生のモンスターに対して、パーティーの生き残りが一匹しかいないんです。お願いします。お供してください。何でもしますから、って。否定するのもめんどくさいから一言だけ言わせてもらうと、私、土下座できないぞ。フェアリーラット、よく見ると可愛いな。うん、うん。そうだね。
続いて、プチスライムをスカウトするぜ。いい調子だね。このプチスライムは、後々重要になるから、大事にしててね。テンポよく進めていくぜ。カットしろ。やはり序盤は、レベルの上がりやすいモンスターがいいな。そういう意味では、ドラゴンを2体も配合したのは、抵抗があったけどね。ドラゴンって、成長が遅いのか。そうだよ。次の配合を考えてのことだから、仕方ないけどね。お、見かけない顔だな。どれ、ちょっくら挨拶してやるか。どうでもいいけど、さっき誰かがラリアット食らって吹っ飛んでたけど、無視していいんだよね。今までに見たことのない面々だな。こちらのパーティーが強くなったから、相手の次元も一つ上になったんだろうね。ふふふ、少しは楽しませてくれそうだな。どうしたどうした？幻覚を見ているばかりでは、攻撃すらできないぞ。手魔法攻撃はダメー。ちょっと、イオラはダメだろイオラは。こっちの強さに合わせてくれる腰巾着じゃなかったのかよ。いつものマリサさんらしくなってまいりましたねー。何？これ式のピンチ、どうってことないぜ。これまでいくつもの視線を踏み外してきたんだ。踏み外したらいかんだろ。イオラのお返しだ、もらっとけ。あらら、一気に形勢楽天しちゃったね。不満ないの。あれ？霊夢さっき現地調達アドベンチャーより、こっちの方がいいよって言ってくれたよな。せっかくイオラを食らったんだから、全滅くらいしてみたらどうだい？どんな提案だ。幻覚を見ているところ悪いが、とどめを刺させてもらうぜ。さあ、負けたからには、それなりの報酬をよこしてもらおう。とっておきの、大サービス？ AKB のメンバーに入れてくれるとか？それある意味困るよ。え、どうなったんだ？さっきの魔法使いに勝つと、一気に10回下まで運んでくれるよ。今回は、10回下まで存在しなかったから、最下層の手前まで運んでくれたようだね。そうなのか。どっちにしても、ありがた迷惑な気がする。僕みたいに、もっと気配りできるようにならなきゃね。大樹の国を代表する KY キングが何をおっしゃいますか。それじゃ、パート4のコメントを読んでいくね。主の動画見て、久々に僕も初めて見たよ。果たして、私を超えられるマスターになるかな？セーブデータを作った瞬間マリサを抜いてるから、安心してね。お菓子好きかい？うん、大好きさ。おいらも大好きでです。メロンチョ先輩、なんですぐ送り返されてしまうん？坊やだからさ。そういえば、スラボー、ドラちゃん、メロンチョといった初代パーティーは、誰も配合してないな。ああ、予定はあるから大丈夫だよ。現時点で、7代くらい先までの配合を考えているから。お菓子好きかい？うん、大好きさ。おいらも大好きでです。なんで2回読んだの？気にするな！気づいたら、また他国マスターと戦ってたんだね。それと、早送り中に、またキャタピラーに食い逃げされたぜ。キャタピラーって、硬派なんだね。さっきコメントにあったけど、この動画がきっかけでゲームに興味を持ってくれた人がいると、すごく嬉しいね。投稿者として、これ以上幸福なことはないな。少しでもゲームの魅力が伝わるように、これからも頑張るぜ。よし、これだけ好感度がうなぎ登りになったなら、キャタピラーもついてきてくれるだろう。残念ながら、たった今、好感度が暴落を起こしました。バルタンも、マスターの性格に似ちゃったんだね。よし、ようやく来たな、手こずらせやがって、好感度がさらに落ちました。ピポルスにしようか迷ったけど、ラーバモスにしました。どうでもいいよ。いよいよ、思い出の扉のボスに挑むぜ。頑張ってね。これは、頑張って勝ってねっていう意味ではない頑張ってだよ。わかる？わかるけど、わからないふりをする。バカ。
頑張ってねって言ってるのに、どうして万全なコンディションで挑むのよ。ええ、霊夢さんの頑張ってねは、最近ボスが弱すぎて盛り上がらないから頑張ってね、という意味です。こうなったら、キラーパンサーに全てを託すしかないわね。どっちの味方だ。ここの場面は、ドラクエ上、とても有名なシーンだよな。ビアンカのリボン、ちゃんと持ってきた？猫耳じゃダメか。頭につけるものなら何でもいいわけじゃない。あるる、ぐるる、ふう、ふう。怖くない、怖くない。ゲルググ、ゲラゲラ。怯えていたんだね。でも、もう大丈夫。ゲレゲレ。なんだ貴様やんの過去が。どうやら、猫耳じゃダメみたいだ。いやそれ以前に、あんた最終的に好戦的な姿勢取ってたでしょ。あっちからふっかけてきたんだ。私が風の谷よろしく、せっかくなだめていたっていうのに。キラーパンサー、どうやらお前は、生き残るための最後のチャンスを逃してしまったようだな。ああ、マヌーサにかかっちゃったか。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。次回もぜひ、ゆっくりしていってね。いやいやいや待って待って待って。ボス戦の途中でエンディング迎えるとか、聞いたことないぞ。いやもうこれ、勝ち戦ですよ。幻覚にかかったキラーパンサーなんて、第4ラウンドのボブサップみたいなもんだよ。ほらね。ひどいな。3ターンも持たなかったぞ。マリサが万全のコンディションで挑んだりするからだよ。おかしいよね。全力で戦った人に対して投げかける言葉が、お前何全力出してんだよって。普通、よくやったね、とか、頑張ったね、とかだろ。ライオンは、我が子を崖から突き落とし、這い上がった子の実を育てるんだよ。何の話だ。まあいい、さっさと名前をつけるか。今回の冒険は、終始、安定してたな。裏を返せば、見どころゼロってことだけどね。伊藤、おいら、一緒、仲間、仲間。喋れるんかい。さっきまでゲラゲラ言ってたのは何だったんだ。猫かぶってたんだな。犬だったり猫だったりはっきりしろよ。キラーパンサーも、懐いてくれたみたいだね。猫耳のおかげだな。それ没収な。でも、本当のご主人様を待ってなくてもいいのかな。まあいいや。さあ、お城に帰ろう。え、いいの？不安を煽るだけ煽って突き放すとは、さすがは綿棒先輩だな。おう、伊藤よ、キラーパンサーを倒したか。キラーパンサーは、疾風のような素早さを持つという。それを実感する暇もなかった。そなたの素早さは、台風並みなんじゃろうな。そなたが走れば、誰も姿を見ることができまい。意味がわからん。それ、言い過ぎ。存在が薄いって意味では、誰もマリサの姿を見れないね。私固有だろ。そうじゃ、星降りの祠で、配合は行っておるか？配合を極めた者が、優勝に最も近いと申すぞ。配合を重ねた方が、強い魔物になるそうじゃ。それでは忙しいので、わしは失礼する。いそいそ、いそいそ。それじゃあ、今回はここまでだね。またパート6で会おうぜ。それじゃ、いそいそ、いそいそ。せーの、ゆっくりし、ゆっくりしていってね。王様、メダル拾ったので渡しに来ました。あと1枚で、サンダーバードが手に入るね。国際救助隊を牛耳るようになるのか。そっちのサンダーバードじゃないことぐらいわかるだろ。だいたい小さなメダル8枚って安すぎだろ。お次は、星降りの祠へ向かうか。行けよこら。ごめん、シャラ臭いから。今度から階段使ってくれる？しゃらくさかったか、それは悪かった。前回の話にあった通り、ソードドラゴンを孵化するぜ。リザードマンに続く、2体目のドラゴンだね。ついでに、イカスドラゴンも孵化するか？スカイドラゴンね。
まだそっちは孵化させなくていいよ。こっちの計画があるからね。じいさん足早いな。ほんとだ、カール・ルイスみたいだね。そんなわけないじゃん。わかっとるよ。女の子か。ドラゴンに似合う、可愛らしい名前がいいね。なかなかシビアな注文だぜ。よし、こんなところかな。男らしさしかないね。貴様らに名乗る名前はない。もう名乗ってるよ。それじゃ、早速冒険へ連れて行くぜ。レベル上げよろしくね。お、今なら霊夢暇そうだな。どうだ、レベル上げ、楽しいぞ。私今、大樹の国で巻き起こっているお見合いブームの波に乗るので精一杯だから、無理。そうか、じゃあ仕方ないな。レベル上げも終わったところで、戸惑いの扉へ向かうぜ。いざ行かん、チームドラゴン、めんどくさいから突っ込まないね。あ、霊夢、冒険の前に、パラメーターを見てくれよ。うん、いいけど。お、ベギラマ覚えてるんだ。これは頼もしいね。問題は、次なんだよ。え、何このバイオレンスステータス。本当にこれ、メーダの捨てなのか？確かに、ゲームが故障してるかも。剣竜も、攻撃力高いんだけどな。あれの後だから、見劣りしちゃうね。早いとこ、カスタマーセンターへ問い合わせなくてはな。じゃあ私は、ヤフー知恵袋に相談してくる。お、相手もチームドラゴンか。相手もっていうか、こっちは成立できてないよ。しかしお前たち、運が悪かったな。今回のパーティーを相手にして、生きて帰れると思うなよ。なんだよこいつら、強すぎでしょ。今まで見たことないダメージが、平気で炸裂してたな。ほんとだよ。この目のクラゲ、どんだけヨーテリー倒しまくったんだよ。物理型目のクラゲ。それは、ロマン以外の何物でもない。はいはい、神父神父。じゃなくて、魔法使いでしょ。あ、ほんとだ。最近よく見かけるが、あいつも準レギュラーの座を狙っているのか？誰が準レギュラーになるか、総選挙でもしようか。マイリスした人にのみ投票権が得られます。クレイアニメに登場してきそうなニワトリがいるな。大ニワトリね。見た感じだとドラゴンキッズと大差ない大きさだよね。ニワトリが大きくなったってこんなもんだろ。ただ 3DS のリメイク版だとドラゴンキッズの10倍くらいあるらしいよ。よかった、そんなん勝てる自信ないわ。受け流し、上手だね。ドローだな。お、スカウト成功だね。ニワトリだから、美味しそうな名前をつけるぜ。いやダメだよ。だからダメだってば。あ、ごめん、ファミチキだったか。販売元を変えろとは言ってねえよ。それじゃ、さっきの準レギュラー候補生と戦ってくるぜ。魔法使いに勝ったら、あっという間に最下層手前だね。どこ見て話してんの？うわ。え、霊夢、どうした？ちょ、マリサ、真ん中のやつやばいよ。真っ先に倒して。真ん中の、あの、ハロウィンヘッドみたいなポーズ撮ってるやつか？そんな伝わりにくい例えはいいから、マジでさっさと倒して。まったく、何をそんなに怯えているんだ。ほら、倒したぞ。あのクマは本当に、恐ろしいやつなんだよ。そんなに強いのなら、配合で作ってみたいぜ。いやダメだよ。これ以上強くなって、これ以上ボス戦とザコ戦の区別がつかなくなって、どうするのよ。さあ、いつもの大サービスで、AKB のセンターにしてくれ。だからそれ罰ゲームだろ。まだ仲間にしてないモンスターがいるから、そいつらを片っ端から引っ叩いて、ボスに挑もうか。一体目、捕獲。
なんだその名前。虫歯のイメージキャラクター、捕獲。これで、残り1体だよ。さっさと全員スカウトして、さっさとボスを倒して、さっさと椎茸狩りに出かけるか。なんなのこの人、真剣に準レギュラー狙ってるの？こいつ、実は神父なんじゃね？ただローブ羽織ってるだけなのか。ちなみに魔法使いは、マップを完成させると出現するみたいだよ。へぇ。確かにマリサは、隅から隅まで探索してるもんね。それなら、ストーカーと疑うくらい私マリサのストーカーとか誰得だよ。ずいぶん突っ込みが早いな。よし、ハンティング完了だぜ。グッジョブ。また懐かしい名前だね。ウィル・スミスって、そんなに懐かしいか？そっちのスミスかよ。魔法使いとの戦い、第2ラウンドを始めます。今さら他国マスターとの戦いで、気負いすることもないね。いざとなったら、さっき拾った天罰の杖を活用するぜ。へぇ、珍しいもの拾ったね。これで、相手モンスターが特技を発動しても、薬草を1枚捨てることで無効化できる。それ遊戯王の天罰な。真ん中のあのゴリラ、最近よく見かけるな。あいつも準レギュラー希望か。この中で魅力的なのは、両脇の低い鳥だね。ぜひ仲間にしたい。そんな話を破綻させるかのように低い鳥を瞬殺する目のクラゲ。容赦ないね。でも確かに、目のクラゲの言う通り何も言ってないよ。他国のモンスターを利用するって、気が引けるよな。手間暇かけたモンスターだと愛情が。ようこそキラーエイプ、歓迎するぜ。8秒前に、自分が何言おうとしてたか覚えてる？しかし不可解だな。下手にお肉をあげるより、何もしないで買った方が仲間になるなんて。ほんとだね。ところで私は、この名前の方が不可解なんだけどさ。いや、ジャングルの王者ターちゃんをもじっただけだぞ。なんでターちゃんを仲間にすると、ワンルームディスコが流れるの？いや、新しく仲間になったターちゃんが、うまくやっていけるかどうかを歌にしただけだぞ。苦しすぎるだろ。なんだか、不思議な空間が広がっているのだが。そこの看板を読んでみなよ。遠回りして、道を見つけましょう。何これ、一級さん的な何かか？この橋はタルベカラズ的なのではないよ。え、あいつがボス？目と鼻の先にいるけど？さあ、たどり着けるかな？ちょっと、まだ私、ここの本質が理解できていないかもしれない。ああ、そういうことか。だから、ここを通ろうとすると。なるほどね。要は、切り株お化けの迷路だよ。ところでこれ、迷路って呼べるんですか？何言ってんの、れっきとした迷路だよ。もしくは制作者側が、迷路に迷い込んでるかのどちらかだよ。さらっとラジカルなことを言うな。これ、間違った道を選んだら、切り株お化けと戦うペナルティがあってもいいのにな。キキキ、よくぞここまでたどり着いたな小僧。大変難しい迷路でした。じゃが残念じゃな、ここで行き止まりじゃ。最後の迷路、戸惑いの扉の主である、人面樹との戦いだぜ。ボス戦を倍速でお送りするのって、初めてじゃない？そうだな。新たな試みとして捉えてもらって構わない。構わないじゃなくて、ここまで来たら、緊張感も減ったくれもないんですけど。終了。ワンフレーズしか歌えなかったね。インスパイアザネクスト。お前も
のサイヤ人のようだ。人生の壁をよくぞ乗り越えた。じゃが、人生はこれからじゃぞ。こんな薄っぺらい人生の壁見たことありません。森の迷路をよくクリアしたね。たまには頭も使わなきゃ。いや、頭なんてこれっぽっちも使ってないんだが。さあ、帰ろう。なんか言えよ。おう、伊藤よ、人面獣を倒したか。人面獣は、呪いをかけることができるそうだな。え、そうなの？知らんけど、とりあえず入って行っときなさい。その呪いをも跳ね返すとは、まるで神の子じゃな。跳ね返してないけど、とりあえず入って行っときなさい。おう、眩しくて、そなたの姿が見えんわい。それ、言い過ぎ。そうじゃ、星降りの祠で、配合は行っておるか？王様、それ前も聞きましたけど、もうおじいちゃんなんだね。ところでこの後、どうするの？久しぶりに、格闘場へ行こうかな。新しい扉を開かなくちゃならないし。それでは忙しいので、わしは失礼する。いそいそ、いそいそ。あ、まだいたの？あと一枚だから、サンダーバード、準備しといてな。おお、勇敢なるイカ脈。それでは、レッツ格闘場。いらっしゃい。今日はどのクラスに挑戦するんや？ババアも久しぶりだな。試合に集中して、頑張るんやろ。ま、このパーティーだったら、苦戦する心配もないかな。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。皆さん、応援をお願いします。あんただからどこからお送りしてんだ。投票開始。おいこら。コメントが多いから、テキパキやっていくよ。お、わたぼう先輩本気だな。なんでずっと連れてたのに野生が？システム変わってる？いろいろレベル上げして、牧場に預けてたからだよ。鳥取の椎茸屋さんってどこだろう？ Google で、鳥取、椎茸、で検索すると、すぐに出るぜ。ジュルリ。虫はキノコ派？タケノコ派？この動画を戦争の渦中にしたくないので、コメントは差し控えさせていただきます。まんじゅうに自転車か、豚に真珠だな。何言ってんの、カゴにすっぽり入るんだから、問題ないでしょ。結局誰かに恋でもらうんだな。いっそクラス飛び級狙うとかどうよ。イベントを飛ばしてしまう恐れがあるので、ないんじゃないかな。虫は、元オールナイト日本リスナーなのか？そんなわけないでしょ。謎のリスナーカリカリ君が上田だっていうくらい、ありえないよ。何の話か全くわからないと思うので、無視して結構ですよ。これで終わりだよ。ありがとな。全然試合見てなかったけど、どうだったの？楽勝だったぜ。第4ラウンドのボブサップを相手にしていた気分だ。それじゃあ今回は、ここまでだね。お返しできなかったコメントもあるけど、しっかり読ませてもらってるので、ぜひまた書き込んでほしいぜ。それじゃ、また見てねー。霊夢がいないところであんまりストーリー進めると、後でうるさいからなぁ。散歩でもしようか。散歩を始めるや否や、連れているモンスターをけなされたのだが。これは、あれか？今すぐに散歩をやめろという、ご託戦なのか？いやでも、私に限って、トラブルなんて起こすはずがないよな。いざとなったら、霊夢に電話するか。スーパーエキセントリック土下座を披露して、許してもらえばいいさ。え、チョップスティックって何？あ、わかった。バーニャカウダーしようって意味だろ。さあベベ、言ってごらんなさい。チョップスティック。このアメリカかぶれが、4人席に1人で座れるとは、ただものじゃないな。何急に、寝ぼけてるの？
そうだな、精進しろよ。魔物のお見合い？私がお見合いしたいぐらいなのに、魔物に先を越されるのか？まあいいや、私がその気になれば、結婚の一つや二つ、増さないことだからな。今のセリフ、霊夢に聞かれてたら、間違いなくレッドカードもらってたな。さて、誰を配合させようかな？最初から連れ添ってきた、スラボー、ベロンチョ、ドラちゃんあたりから、選びたいところだぜ。検討に検討を重ねた結果、ベロンチョにしました。やはり決め手は、お互い青色という点だな。これ以上の理由は必要ないだろう。さあ、配合スタートだぜ。っていうか、今更だけど、霊夢に何も言わなくてよかったかな？まあ、いいや。死ぬ覚悟はできている。そりゃあ強い魔物が生まれるさ、青と青が掛け合わさったんだからな。頑張れよ、テト。居酒屋にやってきました。お酒を飲む暇もなくお見合いを申し込まれました。ここまで来たら、乗りかかった船だな。とことんお見合いしてやるぜ。どうでもいいけど、相手のキャットフライの名前が、パッと見でプラーに見えたのは、私だけだろうか。あ、レベルがちょっと足りてないみたいだから、少し待っててくれ。キャットフライのプラーとは、この、エビルシードコトレーシックを配合させるぜ。そういえば、霊夢が動画冒頭で言ってた、大樹の国で巻き起こってるお見合いブームって、本当だったんだな。私はてっきり、レベル上げを回避するために、その場しのぎのつもりで言ったザレ事かと思ってたぜ。どんなモンスターか、楽しみだな。ミッキー？D ランクの D は、そういう意味だったのか。敵情視察に来ました。確かに人気者だよな。え、王妃様、ルッコラが見たいの？ルッコラぐらいなら、いつでも連れてくるぞ。ルッコラだな。よし、すぐ連れてくるぜ。連れてきました。どうです、うちの羽スライムは。かわいいね。王妃様からのご褒美、これは期待せざるを得ない。しゃらくせよ、薬草その辺に捨てとけ。さあ王妃様、褒美をくだされ。霜降りリーダー。これはすごい。王妃様からのご褒美だから、島一つとか、王位継承とかかと思っていたが、それらをはるかに上回る褒美だな。晩ご飯は、すき焼きで決定だぜ。あ、敵情視察に来たんだった。忘れてた。ミッキーさん、決して怪しいものではないので、連れているモンスターの弱点を教えてくれませんか？あなたが有名だなんて周知の事実ですよ。そりゃあもう、スパイですから。お、なんか知らんか、お見合いを申し込まれたぞ。弱そうなのばかりっていうか、ルッコラ一体だけなんですけど。リザードマン。リザードマンって、伊達政のことだよな？ちょっとこれはさすがに、まずいんじゃないか？シルバーデビル？白い悪魔が好きなのか。これはさすがに、霊夢に相談した方がいいよな。伊達政がいるってことは、リザードマンを使った配合を、霊夢も考えてるってことだもんな。
動画の最中に申し訳ないが、ちょっと電話させてもらうぜ。あ、霊夢、今大丈夫か？いや、風の音がすごくて聞き取りづらい。どこにいるんだ？え、スカイダイビングの途中？なら大丈夫だな、話を続けるぞ。あの、ユリボンとムリムリンを配合させて、リザードマンを作っただろ？うん、そう、伊達政だよ。あいつと、ガンダムを配合させると、何ができるんだ？いや、違うって、ガンダムだよガンダム。モンスターじゃなくて、モビルスーツだよ。圧壊ができる？じゃあ霊夢は、伊達政を使って、圧壊を作ろうとしてたんだな？え、違う？じゃあ、誰と配合させるつもりなんだよ。ルッコラ？え、伊達政って、ルッコラと配合するの？ちょっとびっくりした。あ、もうすぐパラシュートを開くって？わかった、じゃあな。よし、ルッコラ以外なら、誰とでも配合していいって霊夢が言ってくれたから、心置きなくお見合いできるぜ。ルッコラと伊達政って、意外な組み合わせだよな。それにあやかって、ルッコラみたいな、なんかふわふわしているやつと、配合させた方がいいかな？あ、フェアリーラットって、ルッコラっぽいよな。よし、こいつにするか。見た目が可愛くて、好きなモンスターだったんだがな。配合して、今以上に可愛いモンスターになってほしいぜ。ありがとう、ミッキー。はぁ？ E ランクの私が言うのもなんだけど、たかだか D ランクごときで、どうしてそんなにふんぞり返ることができるんだ。まあいいや、私もお見合いブームの波に乗れて、楽しむことができたぜ。どんなモンスターができているか、次回、楽しみにしていてくれ。していってね。というわけで、大樹の王様が、キングスライムになってしまいました。どういうわけだよ。ここは、牧舎って言って、牧場にいるモンスターが生活しているところだね。初めて来たから、少しばかし探索してみるか。白紙キングだな。霊夢、あのハテナの部分に入る数字、なんだかわかるか？レベルが27、MP が174、賢さが150に必要になります。おう。そして、ザオリクとオタケビを習得すると、精霊の歌を思いつくことができます。みんなの音取っとけよ、次の期末に出るからな。何このスライム、めっちゃくちゃ可愛いんですけど。確かに可愛いな。スラボーにも、こんな可愛らしいセリフを言ってほしいぜ。いや、ジジイからお姉ちゃんとか言われたくない。あ、アントベアで思い出したけど、後でベロンチョの配合に行こうね。え？いや、いいよ。なんであんたが遠慮してんのよ。そんなことよりさ、一緒に縁側でおはぎ食べないか？ワタボウ先輩、えらいナチュラルに食事してるね。ずいぶんと大きいお肉だな。よし、霊夢、配合なんかやめて、あのお肉で焼肉パーティーとしゃれ込もうじゃないか。前向きに検討します。それって断る時の前置詞だよね。何この選択肢。魔物の餌なんて、食べるわけないでしょ。いただきます。食べるんかい。懐いちゃったよ。自分、ワタボウ先輩マジリスペクトっす。自分一生ついていくっす。それ、懐いたっていうより、バカにしてない？上の宝箱が気になるな。何があるかな？シャレになんねえ。マジシャレになんねえ。いや十分驚いたよ。
ロバート・ギボン・ジョンソンが、初めてトマトを食べた時ぐらい驚いたよ。もうちょっとわかりやすい例えなかったんですかね。他に、めぼしいものはないかな？お、小さなメダルゲット。これで8枚目だね。サンダーバードが手に入るよ。国際救助隊を。黙れ。善は急げというわけで、早速王様に、小さなメダルを渡してくるぜ。ナチュラルカット。略して NC。サンダーバード、ゲットだぜ。なんでそのネタそんなに押してるんだ。ところで、サンダーバードって強いのか？序盤に手に入るモンスターにしては、強力だと思うよ。百聞は一見にしかず、卵を孵化させるために、星降りの祠へ向かうよ。本当に、後悔しないんだな。何マリサ、さっきから何をそんなにためらってるの？ためらっているわけではない。ただ、死を恐れているだけさ。はい？不可の前に、ベロンチョの配合から始めましょうか。あれ？ベロンチョは？どこ行ったの？まだ私、配合させてないよね？霊夢先生、卵の一覧をご覧になってください。何これ、嫌な予感ビンビンなんですけど。なんじゃこりゃ。その、いろんな人から、お見合いを申し込まれちゃってさ。美しいって罪だよな、ははははははは、はは。ありがとうマリサ、助かったよ。え？お見合いで誰を配合させようか、ずっと迷ってたんだよ。ああ、そうだろ、そんなこったろうと思ってたぜ。ほんと、助かったよ。お礼をしたいから、ちょっと屋上まで来てくれる？お礼だなんて、霊夢ってば、大げさなやつだな。ちょ、やめ、霊夢、ごめん、ごめんってば、痛いってば、ちょ、まじ痛い。お見合いでの配合も、しっかり予定に組み込んでたんだけどね。マリサ、今度からは、あまり勝手に行動しすぎちゃダメだよ。わかった？わかったら返事は？うん。ベロンチョはもう配合しちゃったから、スラボーとドラちゃんを配合しようかね。ぬ。あと、目のクラゲが強くなりすぎちゃったから、配合して違うモンスターにするね。さらっと聞き流していいから、配合について、簡単に解説するね。配合も済んだので、冒険に出ましょうか。あ、マリサ、喋れるようになったんだね。ようやく傷が治ったぜ、レッドブルで点滴してたおかげだな。そういえば君、いつもそこにいるけど、何してるの？軽い気持ちで話しかけてみてこれほど後悔したことはない。教育が行き届いてないわね。いや、待てよ。いつまで経ってもってことは、この子、テリー島のこと、ずっと見てるってことじゃない？なんだ、ただのツンデレか。
冒険の前に、レベル上げしなきゃな。マリサ、頑張ってね。お、霊夢暇そうだな。レベル上げしようぜ。私今、かぐや姫を月まで護送するのに忙しいから、無理。そうか、じゃあ仕方ないな。ライバーンの背中の上で、レベル上げしてきました。はた迷惑この上ないね。安らぎの扉への冒険は、ピエル、マオミ、プー様、この3体で挑むぜ。初代パーティー、スラボー、ドラちゃん、ベロンチョの3体が、姿を変えての再結成だね。みんな、どれほどパワーアップして帰ってきたのか、見物だな。話変わるけど、マリサ、レッドブル余ってない？喉が渇いてきちゃって。もう点滴に全部使ったから、ピニャコラーダしかないぜ。じゃあ、それもらうわ。第一の犠牲者、登場です。以前だと、スラボーが八面六臂の活躍をするだけだったね。どう変わったかな？おお、さすがはスラボー。相変わらず、スラボーが主席という状況には変わりないみたいだね。あれ？今のプー様の攻撃って、通常攻撃だよね？メラミと対して威力変わらなくなかった？え、そんなことないだろ。もう一回みんなで攻撃するから、よく見とけよ。うん？おかしいよね。17、33、58って、最後だけちょっとおかしいよね。そんなことないだろ。ほら、よく見てみろよ。能力も大して伸びてないだろ。あ、ほんとだ。全然伸びてないねってバカ。とてもよく伸びてるじゃないのこのバカ。乗りツッコミありがとうございます。一旦、みんなのパラメーターを確認しようか。ピエル、すごい特技の数だね。攻撃から回復まで、何でもそつなくこなすな。まさに、万能プレイヤー。押村くは、その名前でしょうか。続いて、マオミさんです。マオミさんは、まだ進化を発揮していないようだね。マオミさんの今後に期待だな。っていうか誰だよマオミさん。プー様も、パッとしない能力だな。ほんと、見かけ倒しも甚だしいねってバカ。パッとしすぎてるでしょうがこのバカ。霊夢さん、今日は絶好調ですね。このクマだから嫌だったんだよ。ゲームバランスがまた音を立てて崩れた。ところで、マリサからもらったピニャコラーダ。お味はどうだ？甘くて美味しいね。気に入ってもらえて何よりだぜ。ピニャコラーダって、最初聞いた時、ドラえもんのポケットからなんか出てきたのかと思った。あまり聞き慣れないカクテルではあるな。ドラえもんについては賛同できんが。お、姉ちゃんも、一杯飲んでくか？いや、鳥にお酒はダメでしょう。金管楽器だから大丈夫だぜ。なおさらだよ。もう10分経ってるのにまだ1回か。巻きで行かなくちゃな。上？ちょ、どこここ、なんで雲の上にいるの？まさか、父さんの言ってた通り、ラピュタは実在したのか。え、嘘？ここラピュタ？思ってたより殺風景じゃね？あ、ボムじいさん人違いだよ。コウニだ、コウニがおる。もういいからそれ。さっきの魔法使いなんだけど、今回はスルーしてね。なんでやねん。まだ2回でしょ？いきなり最下層手前まで飛ばされると、その間に出てくるモンスターが仲間にできないのよ。確かにそうだな。魔法使いさん、そういうわけですので。準レギュラー総選挙の結果、神父さんの優勝なので、あなたはただのモブキャラになりました。え、総選挙もう終わったの？私投票してないけど。今私、霜降り肉拾った？なんでこんなところに？やったじゃんマリサ、ついてるね。いやー、嬉しいけどさ。こんな簡単に手に入るなら、王妃様からもらって有頂天になってたのが、アホみたいだな。そんなことないよ。事実マリサはアホだから、もっと自信持ってよ。
それにしても、今回は平和な冒険だな。そりゃあそうでしょ。二代目バランスブレーカーが誕生して、ピンチなんて遠い日のことになったんだから。プー様、目のクラゲみたいに、すぐ配合してしまうん。さすがにこれだけ凶悪だと、野放しにはできないよね。っていうか、今更だけど、プー様って名前なんなんだよ。著作権に喧嘩売ってみた。トサカの生えたヘビか。こんなユニークな見た目なら、ネーミングにも困らないぜ。よし、できた。すごい困ったんだね。え？異世界の長い落とし穴を抜けると、そこは魔界村であった。川端康成の無駄遣いだよ。ラピュタだったり、魔界村だったり、世話しないところだな。そしてこの BGM である。近頃、不適切な BGM のチョイスが、社会的な問題となっているからな。この沖縄の木とか、裸の大象のオープニングとかね。いや、それらはそぐわしかっただろ。マリサの判断基準が社会的問題だよ。もう見慣れた。お前も一緒に、アーサーを倒そうぜ。誰の代打だよ。さて、次のフロアへ向かうか。ラピュタ、魔界と来て、次はどんなステージかな。じゃあ私は、四方八方からせせら笑う声が聞こえるステージと予想するぜ。精神的にきついよ。お、この BGM は？ドラゴンクエストモンスターズ、2の BGM だね。まさか、モンスターズ1である、テリー島のワンダーランドで聞くことになるとはな。あ、すごい今更だけど、このゲームには2のモンスターも登場します。じゃあ、メタルナーとかも登場するのか。そもそも作品が違います。はい、カットしまーす。いつの間にか、軒並みレベルが高くなってるね。ミリュって誰？知らないのか？私が昔飼ってた、ウサギの名前だよ。知るわけねえだろ。ウサギって、寂しかったら死ぬって言うけど、あれほんと？全然元気だぞ。腹が減ったら死ぬの間違いじゃないかな。帰ってお肉食べたいから、さっさと終わらせるよ。主は、3DS 版もやってるの？まだやってないよ。いつか始めたいね。ガンダム好きなん。すみません。ファンネルとフィンファンネルの違いもわからないにわかです。俺がマリサとお見合いしていいですか？別にいいけど、年収1000億ないと話にならんぞ。もうビル・ゲイツと結婚しなよ。うつ主の3サイズは？企業秘密です。それじゃあ帰って、ユッケでも食べるよ。生肉には気をつけろよ。あと一匹、仲間にできていないモンスターがいるので、そいつを引っ叩いてからボスに挑むぜ。ああ、真ん中の、暴れ牛鳥だね。燻製肉もこれで最後だ。仲間にならなかったら、和菓子の下に小判敷き詰めて贈呈するしかないな。そんな暴れん坊将軍に出てくる悪大官みたいなノリ分かってくれる相手なの？さあ、どうだ？断じて許せ。失敗。今回は、諦めるしかないね。いや、ここに来た時に拾った、魔物の餌がまだあるぜ。往生際が悪いよ、出直しておいでってば。霊夢、こんな言葉を知っているか。何よ。諦めたら、試合終了だよ。なんか区切り方おかしくない？一世一代の大勝負、魔物の餌、どうか。さあ、どうだ？無理でしょうよ。嘘ーん。ほら見ろ、何事もチャレンジだぜ。暴れ牛鳥将軍も、満面の笑みでこっちを見ている。ごちゃごちゃになってるよ。これで、心置きなく、ボス戦を迎えられるぜ。
ボス戦前の、辛口パラメーターチェック。マオミ、強くなったね。特技も増えたな。もういいよこいつは、好きにしなよ。おい霊夢、攻撃が200超えてるぞ。だからもういいってば、知ったこっちゃないよ。プー様は牧場で黙って蜂蜜食べてればよかったんだよ。ボスの部屋に向かっていると思ったら、いつの間にかカジノにたどり着いていた。何を言ってるのかわからねえと思うが。だからさっさとゲーム進めて。それは厄介だな。うわ、ホモだ、みんな離れろ。危うく、一生の思い出ができるところだった。ぼちぼちでんな。ギャンブルには、あんまり興味ないんだけどな。ここのカジノだけで使える、魔物ゴールドをかけてやるから、お金の心配はなくていいよ。右下のやつが、態度の悪い客か。このお店、入り口がないみたいだけど、こいつどうやって入ったんだろうな。触れないであげて。しらみつぶしに、スロットでもやってみるか。お、なんか当たった？じゃらららー、いっぱい出てきたぜ。マリサ、案外楽しそうだね。こんなもん、仕方なくやってるだけだ。修理中かよ、早くスロットやらせろや。めっちゃハマっとるやん。さあ、次はこの台で行くぜ。あの、遊びもいいけど、そろそろボス戦もよろしくね。よっしゃ、リーチ確定。ついに専門用語も出てきたか。まだだ、バイプッシュだ。吐き出せ、そんなに出したけ、吐き出せ。神様、ありがとうございます。これで、あのお釜の天守も、機械機決定だな。それが目的か。なんでお前ばかり儲けてやがるんだ。その魔物ゴールドは俺様がいただくぞ、よこせ。ちょ、お前の代、めっちゃフィーバーしとるぞ。ダメだ、気づいてないみたい。こうなったら、速攻で試合を終わらせるしかないな。ターンもかかってしまったか。いや十分賞賛に値するよ。目標はワンターンキルだったんだがな。できるわけないじゃんって突っ込みたいところだけど、今のパーティーならできそうな気がするのが怖い。ま、参りました親分。俺、いえ、あっしはもうお店の中で暴れたりしやせん。誓います。そうですか。仲良く遊んで、みんなで楽しみやす。カジノって、個人で楽しむものじゃないのか。カジノの暴れん坊将軍まで、懐いてしまったね。なんでそんなにマツケン流行ってるの。さあ、お城に帰ろうか。和丹坊将軍がお城って言うから、和歌山城のことかと思ったぜ。誰も思ってなかったよ。っていうか和丹坊将軍って誰だ。おお、伊藤よ、スライムファングを倒したか。ほう、カジノに行ったのか。そなたはいくら儲けたのぜ。ドル箱70箱分ぐらいかな。儲けたって言っても、魔物ゴールドっていう、あのお店専用の通貨だしね。魔物ゴールド？そんなもの、ここでは役に立たんぞ。どうやらそなたは、いっぱい食わされたようぜな。メダルゲームにハマってるあなたとは違うんです。気をつけないと、魂までふぬけにされてしまうぞ。これは、言い過ぎでもないよな。本当にありうるよね。私たちに言われても困るけど。それ、言えてる。
さすがのピエロも、今回は同意するようだな。そうじゃ、星降りの祠で配合を極めた配合を重ねた。それでは忙しいので、わしは失礼する。何言いたかったのか全くわからん。いそいそ、いそいそ。サンダーバード、大事にするからな。おお、ルーカ。次の扉に向かう、パーティーを発表します。今回は、そこまでして終わりだね。まず、フォワード、プー様。なんでバランスブレーカー続投してんだよ。続いて、ミッドフィルダー、メイ。新人さんだね。最後に、キャッチャー、クールポコ。急にスポーツ変わったね。以上、三大獣を図で挑みます。マジでプー様牧場に帰れよ。そしてクリストファー・ロビンと遊んでればいいんだよ。まあまあ、今回が見納めということで。他にも、こいつの活躍が見たいなんて要望がもしあれば、ダメ元で書き込んでくれよな。それでは、祈りの時間だす。